在住のシンガーソングライター、はい、まだ20歳、はい、ということでね、ギターの弾き語りのシンガーさんなんですけれども、あのギターね、今20歳でギターの弾き語りされてますけれども、はい、いつから音楽って始めたんですか？私が、うん、一番最初に音楽始めたのは、はい、幼稚園の頃にピアノを最初に始めまして、はいはい、うん、でそれで中学3年生くらいまではピアノをやってたんですが、うん、それからギターを始めた。ギターなかなかね、女の子で、はい、まあ、ギターを触るっていうのは何かきっかけがないと始まらないのかなと思うんですけど、はい、何かきっかけってあったんですか？はい、一番最初のきっかけとしては、うん、その私のいとこがギターを購入して、はい、それを見て、あ、かっこいいなと思って、うん、いいなと思ってたんですが、その後にその私ジャニーズがすごい好きだった時期がありまして、はいはい、でそのジャニーズの好きなこうグループの中の一つの、うん、あの関ジャニエイトの安田翔太くんっていう方がいるんですけど、はい、その方がこうエレキギターとかアコースティックギターをこう弾く方で、はい、すごく楽しそうに弾くなと思って、それがもう一個のきっかけで、それがじゃあ何年前とかになるんですか？それは、うん、高校1年生16歳くらいの時なので、うん、だいたい4年ぐらい近く前ですね。ギターは、まあ、そうやってきっかけがあって、はい、弾くようになってすぐに簡単に弾けるようになりましたか？すぐにではなかったと思いますね。やっぱりこう、うん、最初の頃は弦がこう痛くて、あ、指がね、押さえるのが痛いんですよね。うん、でも結構こう弾けてないのに弾けてるふりをしながら、こう好きな音楽に合わせてとか弾いてるうちに、だんだんこう、あ、弾けてるかなみたいな感じになってきて、そして今ではもうオリジナル曲もいっぱいあって、はい、なんと43曲ぐらい、はい、すごいですね。で、あのミュージックレボリューションというね、はい、あの音楽のコンテストの地区大会でグランプリを取られて、はい、ね、もうこの素晴らしい歌声はもう大評判なんですけれども、ありがとうございます。最近ではあの金曜ハミングもユーストリームで動画配信をしているんですが、はい、サナさんもあの自分でツイキャスというね、はい、同じようにこう iPhone の、まあ、カメラとかを使って簡単に、はい、あの動画配信できるものを使ってライブを配信しているということで、はい、ね、これ結構あの週に何回ぐらいやってらっしゃるんですか？1週間に3回、3回、はい、月水金の夜からやってます。ね、もうこのツイキャスを見ている方たちの中ですごい歌がうまいって言ってね、盛り上がっているということなんですけれども、ありがたい。なかなかでもツイキャスを始めようって自分でやっぱりやろうって思ったんですか？はい、そうですね、うん、あのでもそのやっぱ最初は、うん、多分配信することはないなと思って、うん、その見る方のアプリだけを落として見てたんです。自分でね、はい、うんうん、それでこう 何回かこう見てるうちに、はい、その弾き語りのツイキャスをされてる方がいて、はい、あ、じゃあちょっと私もやってみようかなと思って、はい、最初はカバーの方からちょっとずつ、あ、最初はじゃあまだカバー曲だったんですね。はい、じゃあ曲を作り始めたのはまだ最近なんですか？曲を作り始めたのはだいたい2年くらい前なんですけど、あ、でもじゃあ最初の配信の時はまあカバー曲をやりながら、はいはい、だんだんとオリジナル曲もやったりと、ね、はい、あの1回の配信では何分ぐらいやったりするんですか？だいたい1時間半か2時間くらいなんですけど、私多い時だと本当にあの9時から配信してるのに12時を超えたりとか、夜の9時から始まって12時過ぎまで、はい、結構たっぷりですね。そうなんです。じゃあ歌う曲数もたっぷりっていうわけではなくて、うん、私あのすごい喋るんですよ、うん、ツイキャスをやってると、はい、でみんなからこうまだ2曲しか歌ってないよとかっていうツッコミとかも入りつつ、うん、こう歌ってるんですけど。なるほどね。じゃあ、まあ、歌ありたくさんトークもありという、そうですね、はい、ね、まあ、サナさんは山形在住ということで今日もね、はい、山形の方から来ていただいているんですけども、はい、全然訛りとかは出ないですね、言葉。よく言われるんですけど、うん、あの私の住んでる地域って、はい、その語尾にこうなんか例えばなんとかだべとか、うん、なんかそういうイメージありますよね。そうなんです、うん、そういう語尾がつくんですけど、はい、特にこの イントネーションの訛りはない地域 で、はい、でむしろその山形市とか、はい、そっちの皆さんが多分知ってるであろう方に行く方が
結構訛りが強かったり。じゃあもともと子どもの頃からそんなに訛りがあるわけではないんですね。はい、そっかそっか。本当にね、もうなんかこっちの東京とか神奈川のに住んでいる方なのかなっていうくらいね、言葉が本当に綺麗だったのでびっくりしたんですけれども、さあそんなね、さなさんは、今回、まあ、山形から出てきていただいているというのは、明日イベントがあるんですよね。はい、はい、明日はどんなイベントがあるんでしょうか。明日はですね、恵比寿のカフェライブなんですけど、はい、私初めてこうたくさんの方の前で歌わせていただくんですけど、ライブっていうのは初ライブになるんですか。はい、初ではないんですけど、うん、たくさんの方が本当に来てくださることになっていて、もうドキ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 です、ね、こちらイベント名がモバイル桜、ね、略してモバ桜というイベントなんですけれども、はい、今日はこのイベントを企画している桜ママさんも来ていただいてるんですよね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。ね、金曜ハミング、金曜ハミング放送終了後のユーストリーム限定配信のね、はい、コーナーでは何回か来ていただいているんですけれども、はい、明日恵比寿のカフェスーパーコア、はい、そうです、ね、駅から徒歩15分のところでイベントということなんですが、まあ、サナさんのライブがあったりとか、その他はどんな企画があるんですか。そのサナさんのライブの後はですね、はい、またもう一つ、エレキギターの静岡のヒレピョ君の、はい、ライブが一つ入っているのと、はい、あと夜8時半からですね、はい、フランキー為貝さんの、はい、トークライブ、トークライブ、はい、一つ入ってますね。はい、まあ、桜ママさんはね、お店の方、はい、兵庫でやっていたお店を閉められて、はい、今回は、まあ、それを1日だけだけれども東京でやるということで、はい、そうですね、もう、はい、うん、もうすごいお世話になっているので、ね、関東の方たちには、はい、でそれでね、今回お礼、うん、代わりに、はい、させていただこうかと、ね、すごく楽しみにされている方もたくさんいらっしゃって、はい、もう予約とかがほとんど埋まってしまっている。そうですね、ライブの方はもうほぼ埋まってしまっているんですが、はい、夜7時半以降の部分は若干空きがありますので、はい、そうなんですね、はい、そのモバ桜ということで検索していただければ、はい、はい、まだ受付させていただきますので、ぜひお越しいただきたいなと思います。なるほど。ヤフーとかでね、はい、モバサクラで検索していただきますと、まあ、ブログが、出てきまして、そちらに詳細が載っているということです。はい、そしてサナさんは明日はライブがあるということなんですけども、ちょっとだけ配信もすると、ね、そうです、はい、伺いました。14時からユーストリームで30分だけ配信をさせていただきますので、はいはい、ぜひですね、彼女の歌声と元気な声を聞いていただいて、はい、よろしくお願いいたします。ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで明日もうね、明日のイベントとなっています、はい、ね、ユーストリーム、現在ユーストリームとかを見てくださっている方はぜひぜひ明日のね、ライブの配信の模様もチェックしていただきたいなと思います。さあ今日はですね、せっかくサナさんに来ていただいていて、なんとギターもね持ってきていただいているので、はい、ちょっとこの後ですね、交通情報を挟みまして生ライブやっていただきたいと思います。緊張してますか。はい、大丈夫ですか。大丈夫です、ね、じゃあ交通情報の間に体をねほぐしていただいて緊張を解いてください、はいはい、では交通情報の後もまだまだサナさん登場していただきます。
時刻は6時15分を回りました。ここでこの時間の交通情報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに中央自動車道下り方面へ向かう車、小仏トンネル付近で2キロの渋滞。その他一般道は国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南口入り口で2キロ、静清で1キロ、大野台で1キロ、東名入り口で断続的に2キロ、八王子方面へ向かう車は東名入り口で断続的に4キロ、相模大野で1キロ、大野台、相模原警察署前、橋本御佐路でもそれぞれ1キロの渋滞です。国道246号線渋谷方面へ向かう車、厚木市文化会館前で2キロ、伊勢原方面は厚木市金田で1キロ、妻田伝田で1キロ、文化会館前で1キロの渋滞です。国道129号線八王子方面へ向かう車、橋本御佐路で1キロ、厚木方面へ向かう車は関口で2キロの渋滞です。町田街道横浜方面へ向かう車、朝日町で1キロ、相原方面は佐塚の手前で1キロ、朝日町で1キロ、相原で1キロの渋滞です。県道座間大和線相模原方面へ向かう車、総武台団地入り口で1キロの渋滞。漁港道路総武台団地入り口では両方向とも1キロずつの渋滞です。村富線矢部方面へ向かう車、相模原公園入り口で1キロの渋滞。おしまいに県道相模原相川線横山方面へ向かう車、上棚で1キロの渋滞となっています。続いて電車の情報です。この時間相模原とその周辺の鉄道各線、大きな遅れの情報は入っていません。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。以上交通情報でした。次の交通情報は6時30分ごろお伝えします。さあ、ここからは引き続きシンガーソングライターのサナさんゲストにお迎えしてお送りしていきます。さあ、今日はねギターの弾き語りのシンガーということで、はい、ここでね、先ほどもいろいろお話聞きました。明日もねライブがあるということなんですけれども、はい、まずはね皆さんにサナさんの歌声、どんな歌声なのか早速聞いていただきたいと思うんですが、準備の方は大丈夫ですか？はい、はい、大丈夫です。はい、今日はなんていう歌を歌っていただけるんでしょうか？今日は今という曲を今歌います。はい、それでは聞いていただきましょう。サナさんで今。
悲しいことも乗り越えられる日が来るから、気づいてないだけで一人きりなんて絶対にありはしない、素晴らしい。さあ本日のゲストサナさんで今というね歌生ライブでお届けしました。ありがとうございました, ました、ね、今日は、まあ、スタジオの中で歌っていただくっていうことで、はい、ね、まあ、スタジオの作りの関係で椅子に座って歌っていただいたんですけども、はい、大丈夫でしたか？歌いにくかったりとか、大丈夫ですか？はい、大丈夫です、ありがとうございます、はい、ね、本当に声量があってパワフルな歌声、ね、ありがとうございます。サナさんはとっても華奢な、ね、小柄な、いやいやいや、可愛らしいあのお嬢さんなんですけど、お嬢さんって私が言うのもおかしいね女の子なんですけれども、もうギターを弾いて歌っている姿、ギター大きく見えますね。はい、やっぱりですか？よく言われますね、よく言われます、必ず言われます。細いからだから、どうしてそんなにパワフルな声が出るのかなって思いながら聞いてたんですけれども、ね、今っていう歌でした、はい、とっても今を大切に生きていこうっていうね、メッセージが込められている歌なのかなって聞きながら思っていたんですけれども、はいはい、まあ、オリジナル曲がね、先ほども言いました通り43曲今あるっていうことなんですが、はいはい、曲作りはどういうふうにしてらっしゃるんですか？はい、曲作りは、最近はよくメロディーから作ることが多くて、はい、私はギターを触ってそのコードを弾きながらこう思いついたメロディーを歌って、はい、そこに歌詞をつけるっていう感じで、じゃあ曲線で、はい、っていうことですよ ね, すね。もうね今43曲あるんですけれども、はい、どうですか、ポンポンと曲が生まれてくる方ですか、それともなんかじっくり考えないと作れない？どっちかといったらポンポンの方ですけど、うん、今はじゃあ割とこう伝えたいことだったりとか、はい、今歌いたいことっていうのが本当にたくさんあるっていう感じなんですかね。はい、なるほど。先ほどもちょっと話をしていました、ツイキャスでね週3回ぐらい、はい、ライブを配信しているっていうことなんですけれども、はい、なんとそのツイキャスをしている最中にも曲を作ってしまったことがあるという情報を聞いたんですけど、はい、あります、うん、あります。よく時々1ヶ月に1回くらいの、結構な確率であるんですね。はい、それはじゃあもうなんか、まあ、そのツイキャスのライブの、まあ、途中とか、はいはい、まあ、ギターを持ちながらなんかこう、はい、弾いていると今日 メロディーが浮かんできちゃうっていう感じなんですか？そうですね、例えばこう、うん、タイムラインをこう、はい、皆さんとこう読んでる時に、はい、こう弾いてた時にこう、はい、なんか面白い音とか、うん、こう弾くとこれいいって思うと、そっから私はこのタイムラインを結構放置しながら、はい、こう曲作りをこう始めてしまう。へえー、
ね、その、まあ、タイムラインっていうのは、はい、まあ、ツイキャスで見てくださっている方がこう書き込みが、ね、はい、できて、それをこう、まあ、あの配信をしている側のサナさんも見ながら、はい、あのやっているということなんですが、じゃあそこで本当にリアルタイムで書き込んでくださった、ね、皆さんとのこう、はい、コミュニケーションを取りながらやっているんだけれども、はい、そこで曲が生まれてしまうっていうこともあるんですね、はい。これからなんかこういうテーマで歌っていきたいとか、なんかこういうアーティストになりたいとかありますか？私はやっぱり、うん、その今っていう曲を今歌わせていただいたんですけど、はい、その軸はやっぱこの曲で、はい、その今とか、うん、自分をもっと大切に、うん、自分を信じてこう生きていこうっていうのを軸に歌っていきたいなと思ってて、はい、このすごく私その歌とかギターとか本当にまだまだなんですけど、その気持ちの面ですごく伝えることができるようなアーティストになっていけたらと思います、うん、はい、ね、まだ20歳ということで本当にこれからが楽しみですね。明日のライブ、ね、それから今後のツイキャスの方も頑張ってくださいね、はい、ありがとうございます。はい、短い時間だったんですけれども、あのまたぜひ相模原の方に来た時には金曜ハミングの方にも遊びに来てください。ということで本日のゲストはシンガーソングライターのサナさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。時刻は6時30分を回りました。 FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミングをお送りしています。それではここでこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに中央自動車道下り方面へ向かう車、小仏トンネル付近で2キロの渋滞、その他一般道は国道16号線、横浜方面へ向かう車、橋本駅南口入り口で2キロ、静清で1キロ、大野台で1キロ、東名入り口で断続的に2キロ、八王子方面へ向かう車は東名入り口で断続的に4キロ、相模大野、大野台、相模原警察署前、橋本御佐路でそれぞれ1キロの渋滞です。国道246号線、渋谷方面へ向かう車、厚木市文化会館前で2キロ、伊勢原方面は厚木市金田で1キロ、妻田伝田で1キロ、文化会館前で1キロの渋滞です。国道129号線、八王子方面へ向かう車、橋本御佐路で1キロ、厚木方面へ向かう車は関口で2キロの渋滞です。町田街道、横浜方面へ向かう車、朝日町で1キロ、相原方面へ向かう車は佐塚の手前で1キロ、朝日町で1キロ、相原でも1キロの渋滞です。県道座間大和線、相模原方面へ向かう車、総武台団地入り口で1キロの渋滞、漁港道路、総武台団地入り口では両方向とも1キロずつの渋滞です。村富線、矢部方面へ向かう車、相模原公園入り口で1キロの渋滞、おしまいに県道相模原愛川線、横山方面へ向かう車、上田名で1キロの渋滞となっています。
続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線、大きな遅れの情報は入っていません。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。以上、交通情報でした。続いて天気予報です。相模原の今夜は曇りで、ところにより雨でしょう。今夜この後の1ミリ以上の雨の降る確率は 30% となっています。続いて相模原の明日は曇りで、昼過ぎから雨でしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は朝6時まで 20%、 午前中は 40%、 お昼から夕方までは 60% となっています。明日朝の予想最低気温は18度、明日日中の最高気温は23度の予想です。以上、天気予報でした。次にお届けするのが今日最後の交通情報になります。6時45分ごろお伝えします。FM 相模 83.9MHz、 古谷香織の金曜ハミングをお送りしています。さあ、ここで一曲お届けしましょう。FM 相模のオリジナルソングですね。以前のミュージックボックスパーソナリティのみんなで作って歌っている曲です。お送りしましょう。相模の風に乗って。
送りした曲は FM 相模のオリジナルソング、歌っているのは磯優子、斉藤真理、田宮俊彦、古谷香織で相模の風に乗ってでした。ここでこの時間のニュースをお伝えします。福島第一原発では汚染水を処理する装置に水漏れが見つかり、試運転が中断しました。その後の調査で圧力を逃がす安全弁が壊れていたことが水漏れの原因と判明し、東京電力は今日中の本格稼働を目指して復旧作業を進めています。水漏れが見つかったのは汚染水を処理する4つの処理工程のうちセシウムを吸着する装置です。調査の結果、ラプチャーディスクと呼ばれる圧力を逃がす安全弁が壊れ、そこから水が漏れたことが分かりました。東京電力は破損したラプチャーディスクを交換して試運転を再開し、なんとか今日中の本格稼働にこぎつけたいと話しています。一方、2号機のトレンチにたまった汚染水の水位は、今朝7時までの24時間で 4.5 センチ上昇し、地表に当たる部分まで29センチに迫っています。今日午後にこの水を1号機の複数機に移す作業を行いましたが、その他の移送先はほぼ満杯の状態で、水処理施設の稼働が始まるまで綱渡りの状態が続きます。一方、福島第一原発の事故の影響で東日本の下水処理場などから放射性物質が検出されている問題を受け、国土交通省が対策を検討する会合を開きました。国土交通省が今朝初めて開いた検討会には、日本原子力研究開発機構や大学の研究者など放射性物質と下水処理の専門家らが出席しました。福島をはじめ東京や千葉など東日本の下水処理場では浄水した後の汚泥から放射性物質が検出されていますが、その処理ができずに問題となっています。検討会では今後各自治体による検出データなどをもとに対策を話し合う方針です。東京立川市の6億円強奪事件で、警視庁は主犯格の46歳の男ら3人を新たに逮捕しました。大阪府警の巡査長が、捜査中にバイクに乗った大学生をはねる事故を起こしながら、警察に通報せず、その場で現金20万円を渡して示談にしようとしていたことが分かりました。おしまいに株と円の動きです。今日の東京株式市場の平均株価終わり値は、昨日より59円ほど安い9351円40銭でした。一方、東京外国為替市場の円相場は昨日より13銭円高ドル安の1ドル80円47銭から50銭で大方の取引を終えました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
時刻は6時45分を回りました。ここで今日最後の交通情報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに中央自動車道下り方面へ向かう車、小仏トンネル付近で4キロの渋滞。国道16号線は横浜方面へ向かう車、橋本駅南口入り口で2キロ、東名入り口で断続的に2キロ。八王子方面は東名入り口で3キロ、相模大野で1キロ、橋本御佐路で2キロの渋滞です。国道246号線、渋谷方面へ向かう車、厚木市文化会館前で2キロ、市立病院前で1キロ、伊勢原方面は厚木市妻田伝田で1キロ、文化会館前で1キロの渋滞です。国道129号線、八王子方面へ向かう車、金田で2キロ、橋本御佐路で2キロ、厚木方面は山際で2キロの渋滞です。町田街道、横浜方面へ向かう車、多摩ニュータウン入り口で1キロの渋滞。反対、相原方面は朝日町で1キロ、相原で1キロの渋滞です。県道座間大和線、小松原では両方向とも1キロずつの渋滞。鶴川街道、相模原方面へ向かう車、金井入り口で1キロの渋滞です。漁港道路、厚木方面へ向かう車、相模大野で1キロ、総武台団地入り口で1キロの渋滞。北里通り、国道16号方面へ向かう車、相模原公園入り口で1キロ、大沼で1キロ、昭和橋方面へ向かう車は浅溝台入り口で1キロの渋滞です。おしまいに村富線、矢部方面へ向かう車、星ヶ丘で2キロの渋滞となっています。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線、大きな遅れの情報は入っていません。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。以上、今日最後の交通情報をお伝えしました。FM 相模 83.9MHz、 古谷香織の金曜ハミングをお送りしています。さあ、今日のメッセージテーマは雨の日のこだわりということでね、メッセージいただいています。さあ、ですね、お団子ママさんからいただきました。ありがとうございます。香織ちゃん、風邪具合気になってました、よかった、本当によかったということでね、まだまだお大事になさってくださいというね、メッセージいただきました。昨日ヒゲパパの誕生日で張り切りすぎて今日はダウンしてました。先ほど掃除機かけて、茶香炉炊いて今すっきり気持ちいいということで、お香を炊いてね、リラックスタイムですか。ありがとうございます。おだこママさんね、サナさんへのメッセージもね、いただきましてありがとうございます。後でね、ご本人へお渡ししておきたいと思います。
さあ、それからあかりさんからもいただいています。ゴールデンウィークの時にもね、ゴールデンウィークの過ごし方というテーマでメッセージいただきましたけれども、今日は、雨の日の過ごし方、子どもたち3人のストレスをためないようにうまく褒めて、家の中で動いてうまく褒めて、お手伝いをさせながら明るく楽しく元気よくやっていきたいですともファックスしたのですが、すでに挫折状態です。家の中はごちゃごちゃ、喧嘩でうるさい、はあ、深呼吸してとりあえず夜ご飯の支度をします、体があと5つくらい欲しいというね。あかりさんね、なかなかお母さんっていうのもやっぱり大変ですよね、うまく子どもたちをね、動かすことが、明るく楽しくね、元気よく、お手伝いをさせたりとかしながら、ね、動かすことができればベストなんだけれども、なかなかうまくいかないというメッセージでしたが、ね、無理せずに、ね、お母さんの仕事もいっぱいあって大変なんですから、ね、無理せずにこれからも明るくね頑張ってください。ありがとうございます。さあ、それからですね、雨の日の過ごし方、豊和さんからもいただいています。雨の日には鍋物を食べるのが私のこだわりです。ちなみに昨日はすき焼きでした。おかげさまで最近太ってきましたよ。こだわりもほどほどですね、ということで、雨の日に鍋物を食べると、これはやっぱりちょっと冷えたりするから体を温めるためっていう感じなんですかね。古谷家は冬の間はもう毎日のようにお鍋ですね。お鍋は味もね、いろいろ変えられるし、具材とかも変えられるので、毎日食べてても飽きないですよね。さあ、続いて小林邦彦さんからもいただいています。今日は少し肌寒かったですね。確かにね。さて、私の雨の日のこだわりは、大雨の時は母に状況を聞くことです。なぜかというと、今の愛車を買って4ヶ月くらい経った頃、ゲリラ豪雨にあって苦い経験をしたからです。出かけ先で今朝の雨程度なら問題ないのですが、さすがにゲリラ豪雨ともなると帰りのルートにも迷ってしまいます。ところで、先週香里さんの具合が悪かったのには驚きました。今週は大丈夫ですか？体調を崩しやすい時期なので、お互い気をつけましょう、ということでね、先週は本当に皆さんにご心配をおかけして申し訳ありませんでしたが、今週はもう完全復活でございます。声の方もね、バッチリ元に戻ってきました。本当にね、私の周りでも結構風邪をひいてる人が多くて、特にね、喉に来てる人多いみたいですね。どうぞ皆さんね、寒くなったり、それから蒸し暑かったりと、ね、不安定な気候ですので、皆さんもお気をつけください。さあ、それからですね、曲がるうさぎさんからもいただいています。雨の日のこだわりは、仕事後の飲み会の座席です。座敷を好む人が多いのですが、私は客先に顔を出すことが多かったので、多分靴が濡れている、靴下も濡れています。そんな足で歩き回った後に、一日中部屋の中でお仕事をしていたジムのお姉さんたちの前で靴を脱いで上がらなくてはいけない座敷で飲み会をやった日には、晒し物になってしまいます。中にはその匂いが大好きで嗅がせてっていう人もいるらしいですが、それはそれで今度は僕が嫌です。嫌ですよね、そんなこと言われてもね。足もそうですが、洗濯物が外に干せないので、下着の匂いも気になります。香りのする柔軟剤が重宝しますね。いろんな香りが出ていて嬉しいですが、僕が一番好きな香りは古谷香里さんです、というまあ、なんか嬉しい締めくくり方をしていただきましたけれども、確かにね、部屋干しとかね、していても、やはりちょっと完全に干しきれなかったり、生乾きの匂いっていうのは気になりますよね。今は洗剤とかでも本当にね、いろんなそういう部屋干しに合う洗剤が出てたりとか、まあ、柔軟剤もそうですけれどもね、そういう香りのするような柔軟剤を使うとかね、そういう工夫も雨の続く梅雨の時期は必要になってくるのかもしれませんね。私も家とかにいても、ファブリーズとかね、そういうのとか、カーテンにつけたりとか、まあ、着た、その日一日着た洋服にね、かけたりとか、はい、だいぶ助かっています。さあ、そんな感じでですね、まだまだ皆さんからね、メッセージいただいています。あ、こちらもご紹介しておこうかな。サガミンさんからもいただいています。雨の日には音楽を聴きたくなります。特に雨の歌。
ということでね。ということで、あの今日の金曜ハミングは雨の、ね、曲を中心にお届けしてまいりました。さあ残りのメッセージはこの後エンディングでご紹介したいと思います。風のように流れる雲のように、今日もハミングが聞こえる。夕方4時からお送りしてきました FM 相模 83.9MHz、古谷香織の金曜ハミング、そろそろお別れの時間です。さあメッセージご紹介していきましょうね。まずはですね、ラジオネームハラピットさんからいただきました。雨の日のこだわり、私は雨の日は雨風呂で遊んでいることが多いです。私の雨風呂のニックネームももちろんハラピットにしてますよ。雨の日は私の雨風呂を更新したり、他人の雨風呂を訪問したり、コメしたり、コメントね、ペタをしたりなど、雨の日をうまく使っていますということで、近いうちにね、古谷さんの雨風呂にも訪ねるのでよろしくお願いしますというメッセージいただきました。やっぱり外に出かけるよりかは家でね、家でできることをするっていう感じでしょうかね。さあそれからケイちゃん、ありがとうございます。雨の日のこだわり、それは自分の着ているレインコートから聞こえてくる雨音です。レインコートから聞こえてくる雨音が何とも気持ちよく聞こえ、自転車通勤の僕にとってはちょっとした癒しになるのですごく好きです。でもあまり大雨になるのはちょっと困りますけどね、ということで。そっか、雨の日でもレインコートを着て自転車通勤しているっていうことなんですかね。うん、確かに雨の音ってね、なんか風情があって情緒があっていいですよね。でも風邪ひかないように気をつけてくださいね。さあそれから、あ、初めましての方ですね、マイケル鳥肌さん。雨の日の通勤電車はムラムラ、いや、ムシムシとムシムシと暑く乗る気がしません。雨の日は車通勤してますというメッセージいただきました。確かにね、電車は暑いですよね。それから、ラジオネームゾディアックさんでいいのかな、初めましての方ですね、ありがとうございます。雨の日はニーナシモンを聞いて雨を感じています。ブラックシンガーですが、雨の日にはもってこいの BGM です。雨が激しくなる前に買い出しを終わらせて、ヘッドフォンをつけてギターを弾くことですかね、ということで、音楽もね楽しんでいるという。確かになんか雨の日ならばちょっとしっとりした曲が聴きたくなるとかありますよね。うん、さあそれからオイラ滝音有望さんからもねいただいているんですけれども、雨の日のこだわり特にありませんというね、こういうメッセージもいただいておりました。さあそれからね、質問へのメッセージとかも来てましたね。これはまたじゃあ、ね、また次回ご紹介させていただきたいなと思います。さあということで、ここまでお送りしてきました金曜ハミング、そろそろお別れなんですが、今日はですね第3週目の金曜日ということで、この後10時から放送しますミュージックボックスはですね、ミュージコさんの回なんですけれども、ミュージコさん台湾へ留学中ということで、スペシャルな内容でお届けしますよ。あの先々週ゲストに来ていただきましたジョー奥田さんをゲストにお迎えして、素敵なトークたっぷりとお届けしています。今夜10時からのミュージックボックスもお楽しみください。それではここまでのお相手は古谷香織でした。皆さん素敵な週末をお過ごしください。
ああチェックワンツーチェックワンツー、ヘッドホンした方がいいかな、いっかいっか、これでいくか、ちっちゃいリバーブかけてんだよじゃあ始めましょうか。さくらママのユースターハミング、はい、ということで始まりました。さくらママによるユースターハミング、毎週お送りしておりますけれども、はい、今週もさくらママを中心にさくらママを中心に MC にお迎えして、はい、今日はゲストもさなちゃんを、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さなちゃん固い緊張してたんだよね。すごい緊張して良い子な感じになってね、なんかね、良い子だ、良い子な感じになって、いや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 、ツイキャスで見たらひどいもんですよこの子私もちらっとあの見せていただきましたけど、そんなそんなことないでしょいや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 、喋ったら止まんないですからね、この子。あ、そうですね、喋ったら止まらない、ね、さっきだってね、9時から始めて12時過ぎまでやってることもあるって言ってたもん ね、 ね、だんだん崩れるんだよね、キャスチュー。そうなんです、そうなんです、だんだんこう皆さんこうボケ始めると私はちょっとずつ乗っかっちゃうのね、それどうしてもね。なるほどね、わかるわかる、その気持ちはあの偉いなと思ったのほら、昨日もツイキャスやってたじゃない、はい、で昨日はもう来る直前だったからね、はい、それでちゃんとマスクして、はい、別に風邪ひいてるわけじゃないんだけど、喉を大事にするために、はいはいはい、声も必ずしも本調子じゃないのでつってこう、うん、マスクしてやってる、偉いな、プロだな、これ二十歳にしてこんなにちゃんとした子だなと思って、だから今日はちょっとタイムライン上に、歌はちょっと今日は、うん、なしで、はい、ライブが近いのですいませんけれども、うん、私は歌なしでトークだけでそういう感じでって言って、はっと気がついて 5,6 曲歌ってたのに、ね、調子に乗ってあれ歌わないっていう一曲歌ったらもう止まんなくなっちゃったみたいな、うん、そうなんです、今日はあまり歌いませんって言ったんですけど、まあ、こうだんだんこう歌ってるうちにこう歌いたりなくなってきて、はいはいはい、調子が出てきちゃ う、 ね、 そうあるよね、そういうことね。まあ喋ったら止まらないのは誰かも一緒ですがって書かれてますよ。え、誰誰のことだろう ね、 ね、このユースターミングではいつもね、うん、タイムラインの皆様と遊んでるだけのコーナーなんですけど、はい、今日はあの 先週か、はい、ジョー奥田さんが金曜ハミングのゲストに来てくださった時もね、はい、あのダマクラかしてそのままミュージックボックスもダマクラかしてって言い方がインタビュー取ったじゃないですか、ええ、で今週もちょっと、はい、あのダマクラかしてこの2人を大丈夫大丈夫、田舎の子だから、何言ってるんですか間違ってた ラジオってそういうもんよって言えば分かんないいや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 、なんかおかしいなって気づき始めてると思いますよ。なんだことないラジオ出てって言われたら大抵2本取んのよそんなことはないんですよ本来はね。でもせっかくね、遠くから出てきていただいているので、ね、他の音楽番組があるんですよ、あの西さんの制作している、はい、そちらにね。そうなんです、ミュージックボックスっていう、こっちはちゃんとした音楽番組なんですよ、はい、でそちらの方にちょっと毎回ね、だから結構有名な人も出てたりね。そうですね、地元のミュージシャンが中心なんですけれども、うん、いつもはライブハウスで公開収録して、はい、ライブしてもらったりとかしている番組なんですよ。そうなんです、そうなんです、うん、なので今週はね、うん、こっちでこうこの時間でそのインタビューを取っちゃって枠を埋めようっていうね埋めようって、ね、そういうなので気軽にこっちは、はい、収録なのでこれは、はい、さっき生でしたから はい、間違うと取り返しがつかなかったですけど、はい、今度はやり直したりできるんで、はい、何回でもやり直せるんで、はいはい、硬い硬いさなちゃん、まだ西さんに慣れてないんですよ慣れて早くだって西さん見てでかっ、ね、大きい大きいでしょ、でお腹も大きいでしょ、あんなにしたら臨月あんなに立派なお腹なかなか見られないよ。そうそう、ね、君もこんなから生まれてきたんやで、ね、違うと思うけど立派に育ってくださってありがとうございます。で今タイムライン上でもね、たくさんの方、うん、今日今はどのぐらい76人ぐらいの方が ありがとうございます、ね、だいたいいつも通りですかね。そうですね、だいたい80人ぐらいの方が、うん、番組が終わるとやってきて、うん、
終わると集まってわーっとみんな大騒ぎして、そうそうそう、ね、それで、はい、あのユーストでトップに乗せてくれるとね、はい、100人とか200人とか行くんですけど ね、 そうですね、乗せてくれないみたいですねいいじゃん、そういうのはいろいろタイミングがありますから、ケチなんだから、いいんですいいんですで今日はあの金曜ハミングにあのサナちゃんが出演しますっていうんで、うん、ね、その時には結構いろんなタイムラインにサナちゃんファンの子たち、そうですね、初めての方とかもたくさん ね見に来てくださって、ね、いらっしゃってくださってたんですけど、うん、今はあのまだ多分ね気がついてない、あ、なるほどね、あ、終わった終わった、あれで終わったんだなと、あ、終わった終わったっていう感じでみんな去っていった後なんですけれども、うん、じゃあもうしばらくこうやって喋ってると気がついて戻ってきてくる、そっと気がついてくる人がだんだん出てくるかもしれません、うん、ちょっとあのタイムライン上のあのいつもの常連の皆様はあの初めての方とかが多分ね、はい、あのたくさんいらっしゃると思うんで、はい、あの説明しといて、いやちょっと人任せな内容とかさ、すごい投げ合った、すごい上からだよね俺のキャラとかさ、あ、リスさんのキャラねあの 悪意はないんですよとか、うん、あの半分嘘ですよ、うん、この人言ってることほとんど嘘ですよとか、悪気はないんですよとか、ね、そうそう、それから根はいい人ですよとか太ってるように見えますけど本当は細いんですよとか、じゃないとなんだこの人はって思われちゃうもんね、そういうふうなあの説明の方は常連の皆様によろしくお願いしますということでほらびっくりしてますよ、誰が説明しといて受けるすげーってびっくりしてるよ、リサ説明すると肉しかないもん、あ、そうそうそうなのよ、あの今日はあのサナちゃんがこちらやってきたら、うん、ぜひあのお食事をご招待しますからということでね、はい、あの先ほど焼肉かしゃぶしゃぶすき焼きか、はい、それかとんかつか、うん、それかあとステーキハンバーグか、はい、どれがいいって言ったら全部それでも兄さんそれは私聞いたけどジョーさんにもした、そうジョーさんにも同じこと全部肉ってそう全部肉、肉の中から選んでいただくと、はい、肉の中から普通 さすがサナちゃんですね、うん、サナちゃん焼肉であ若いね大丈夫だね焼肉でっていうことでよかったですね兄さん、もう僕は今あの頭の中焼肉のことしか入ってなくてですね早く終わらせたいななんて思ってるんですけれど、しっかりやってから、ね、そうなんです、お楽しみはまた後で、はい、で今週もあのちょっとサナちゃんにこの時間をもうちょっと お借りして、はい、俺ね138キロになったんだよ、おピカリンさん139って書いてあるけどここ訂正して直しておいて138キロだから1キロ、まあ、1キロもね、いやまああの一昨日142キロまで行ったんだけどね、うん、1日ご飯食べなかったら、ね、138キロになったよ、1日食べないとかじゃあまた焼肉食べてすごいでしょ、1日で 3,4 キロ変わるってすごいでしょ、うん、兄さんは寝て起きると何キロか痩せてるらしい、ずっと寝てれば俺痩せるんじゃないかと思ってるんだけど、そんなことはええねん、そんなことはええねん、あのね今週は日産は本当は CG ですってやめてよこんな出来の悪い CG なんで作んなきゃいけないのあえてあの美人 CD すごいよね、でもね CG ね、あの AKB の新メンバー、ね、あ、ね、まだでも明らかにはされてないんですよね、 CG だよ月曜日になんか発表 CG だよ、そうかな、うん、CG じゃなかったら、うん、俺が付き合うことにする、こらこら日産の願望はあってもまあね、ね、思いは届かないと思いますね、そんなみんなの思いを乗せて今日もやっていきたいと思いますけれども、はい、あのだからいつもはねタイムライン上の皆さんとあのわーっとこう遊ぶじゃないですか、はい、お題をやったりとか、はい、それちょっと置いといて、はい、ちょっと後ほどまたちょっとじゃあ見守っていていただきますか、そうだからあの前回ね、うん、あの上奥田さんの時には、うん、あのちょっと30分ぐらいだけインタビューちょっとくらいでいいですかねっつって、はい、撮らせてもらって結局1時間半長くなっちゃったんですよ、尋問かっていうぐらい長い気づいたらねどこまで問い詰めていくんだっていうだって番組自体1時間の番組なんですよ、1時間の番組用のインタビューなんですけど、1時間まあ大変でしたよ、ね、編集が、ね、編集今週流れますけどね、大変ですよ今週、なんとかそれを、ね、まとめて流れますので金曜日の、はい、あのポッドキャスティングでもね、あ、そうですね、流れますので無料ダウンロードできますのでFM 相模が聞けないエリアの方はぜひ iTunes でね、ダウンロードしていただきたいと思います、FM 相模が聞けないエリアの方もね、はい、全国で聞けますので、はい、ぜひよろしくということで、で、今週もこれからそのミュージックボックスの、インタビューを取るわけです、はい、ですから
またラジオの収録が始まるので、はい、でただ今回はあの収録だからまたね、うん、いくらでもこうやり直したり、はい、なかったことにしたり、うん、あとなんかこう曲が間違ったらやり直したり、うん、曲やっていまいちだったなと思ったら曲を変えたりとか何とでもできるので何とでもね、そうなんです、はい、気楽に、はい、気楽に。まだ顔が硬いわ。そうですか、うん、ツイキャスの時 だいぶ戻ってきました。あ、本当本当だいぶ。上野のパンダやと思った。パンダガラスの向こうにいるパンダ。ガラちょうどガラスの向こうですね。まあでもパンダが人に向かって悪態ついたりしないですからね。ね、パンダがヘッドホンしてるわ。言いたい放題。私ぐらいなんで全然ニッサにパンダっていう。そうなんか桜ママがいろんなところで見かけると、うん、あ、西パンダさんって最近なんか知らないけどいろんなところで、うん、あ、パンダさんだって言われることが広まってるんですね。じゃあそれも伊藤舞子さんのキャスでも言った。そうなの、勘弁してほしいわ。伊藤舞子さんにも西パンダさんって言われてるんですか。それはね、伊藤舞子さん俺のこと西パンダだと思ってる。やったじゃないですか。やったちゃうわ。もうちょっといいイメージがあるやろ。いや、なんか覚えられやすいですよ。きっと。まあまあまあ、そんなんでタイムライン上でもね、いつも桜ママには大変お世話になってるんですけれども、はい、今回はイベントがあるっていうことで、はいはい、明日ね、もう昨日からいらしてたんですか。昨日からも来てました。ね、はい、いろいろ準備とかありますよね。大変でしょう。人任せにやろうかなと思って、やっとってみたいな感じで。ね、いや、イベントはそれが一番ですよ。ね、でもそれが今回できなかったんで、はいはい、やっとってっていうのはやっぱ遠いんで、そうですね、で関西で、関西でやるんだったらいいんですよ。ね、関西が東京の話なんで、はいはいはい、ね、ね、もう。大変ですよね。ちょっと落ちて、あれ撮ってくるわってわけいかないですもんね。そうだよね。あ、カメラ忘れたとかね、撮りに行ける距離じゃないもんね。フィルム忘れたとかね、カメラバッグ忘れたとかね、もういいんじゃない。同じだと思いますよ。俺の大阪のおばちゃんのイメージやね。あ、そうなんだね。だからそのイベントにせっかくサナちゃんこうやって来てもらったんでね、はい、今日はちょっとそのミュージックボックス のインタビュー収録を、はい、パンダがかわいそうってタイムラインに書かれてる。パンダがかわいそう。まあ それも合ってる。そうね、そういう意見もあるわよね。そういう話もわからないでもない、なのでこの後、まあ、すでになんですね、すでにもう20分経ってるんですね、はい、なんかね、さっさと収録をね済ませなきゃいけないなと思うんですけれども、というわけでちょっとミュージックボックス用のインタビューを、はい、さっき古谷香織さんが聞いたのと多分同じようなことをねまた聞くと思うんで、違う答えをしなきゃいけないとか感じなくていいですから、はい、さっきのはなかったこととして、はい、もう全て忘れてくれていいですから、はい、ね、それでミュージックボックスの収録の方させていただきたいと思うので、はい、タイムライン上の方もすいませんけれどもね、いつも のユーストハミングのノリとはちょっと若干最初だけ違いますけれども、はい、見守っていただけるとありがたいです、はい、いてください。でその後はまたねいつもの感じでやっていきますので、はい、いつの間にか78年とだんだん、え、そうですよ、僕44歳です。僕も44歳。あれ俺45だっけ、知らない。何歳、福耳さんが来てる。あら、本当だ、まこさん来てる。まこさん、ありがとうございます。まこさん、まこさん、今持ってますって。和菓子ちょうだい、和菓子ちょうだい。そこ、あ、熊本にね、さなちゃんね、またね行けばいいんじゃん。そうですよね、ぜひぜひ。かわいい、ね、日本全国に可愛い人のラジオばっかり出ていたいにも、ね、可愛い人が出てるところのラジオ。おっちゃんちゃんで番組選ばないとね。俺44だっけ、45だっけ。南條さん曰く45歳で、45。俺、うそ、今年俺44じゃないの。馬年ですよね。馬年、昭和41年の1月生まれ。早生まれ。あ、私馬年で今年33になるから。今年45じゃないですか。45じゃないですか。それ45か、うん、何年差が4年ですか、それまで。2歳だけって、ね、すごい。南條さんに、日産は今年45ですって、うん、人から断言された。知ってるね、この間さ言ってたんだけど、はい、今年って、うん、自分の生まれた西暦の年あるじゃん、うん、年の右2桁、俺だったら1966年、はい、それと自分の年を足すと、うん、全員111歳になる。111になるって。そうなの。みんなやってみて、みんなが生まれた年を右側、そう、右側、西暦の右2桁、うん、プラス自分の年齢、
すると111になるんです全員。あ、本当だね。あ、本当だ。みんなタイムラインの人もやってみて。無理だからさ本当だ。平成生まれの人とかダメだ。本当だ本当だ。リアクション遅っようやく理解できるね。そういうものなの。そうなんですよ。西さん、いい病院紹介しますよってどういうこと。あ、ピカリンさんが年齢若く書いてくれたんだね。あ、そっか、はい、気使ってくれた、ね、ありがとうございます。だからということで、だからミュージックボックスの収録ですって。はい、そう、ね、全然始まんないじゃないですか。全然始まんないけど、これは番組の中で、はい、他の部分はね、はい、また、ライブハウスで収録するんですけども、うん、ゲストコーナーですね。そう、ゲストコーナーとしてこの部分ちょっと、はいはい、で途中で歌ってもらってもいいかしら。またね、はい、よろしくお願いします、ね。歌う前にはまた準備してもらってとかしつつ、うん、はい、いつなるか分からないけどね、はい、いきなり始まるかもしれないし、はい、それではサナさんです今。いきなりそういうオープニングも考えられるので、十分心気を許さないように、はい、それではちょっとミュージック、あ、ほらみんな納得してるね、みんな111になるでしょ、うん、ね、本当だ ね、だからその計算合ってるっていう人とかもいる。二十歳、ワリパパさん二十歳ですか？ワリパパさんの若くなってる。そうそう、でも91年生まれの人はね、うん、20歳を足すと111なんですよ。西さんって50歳くらいと思ってました。失礼しました失礼だよ50、まあ50ぐらいに見えてもおかしくないですけどね。さあさあ、みんな違うところでベクトルが向いてるような気がしますけど、はい、ミュージックボックスの収録を、はい、じゃあまずはね撮ってしまいましょうか、はい、撮ってしまいましょう、はい、ちゃっちゃと30分ぐらいで終わりますか、はい、本当に30分ぐらいで終わりますか、はい、30分近くなったら行って。わかりました、うん、というわけで今週のミュージックボックスゲストコーナーは、桜ママをお迎えしてですね、はい、桜ママにたっぷり歌っていただこうと思います桜ママ歌うんですか今日はね、桜ママのワンマンライブに向けてのそんなのあるんですかスペシャルゲストということで、いきなりどうしたんですかだから気を許すなって言うとろうがみんなに明らかに桜ママが気を許してた 今全然もう私絶対振られることないわというわけで、はい、今日は山形からお越しいただいた、はい、わざわざこの番組のためにお越しいていただいた二十歳のシンガーソングライター、サナさんをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、わざわざこのミュージックボックスのためにね、相模原まで来ていただいて、山形からね。ふははじゃなくてさ。すみません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、サナさんはラジオをお聞きの皆さんのために簡単にご説明しますけれども、はい、今20歳で山形にお住まいなんですよね、はい、でこの間その、日本全国のコンテストミュージックレボリューションっていうコンテストでしたっけ、はいはい、これ、はい、山形がやってる一大規模のコンテストなんですよね。あ、そうなんですね。昔ほらポップコンとかあったじゃないですか。あ、はいはい、ありましたね。あとイーストウエストとかね、向谷さんとかサンプラザ中野くんとか出た、ああいうなんか大規模な日本中から素晴らしいアーティストをデビューさせようっていう、そういう大きいイベントやってまして、はい、コンテストやってまして、そのコンテストの地区大会ですよね、山形の方のね、はい、そこでグランプリを。おー、すごい、ありがとうございます。いいよね、グランプリって取ったことある？ないかな。あなたでもなんかあれ取ったわよね、なんですか、京急のキャンギャルの、ああ、はい、14台のねキャンペーンガールやってましたけど、のグランプリでしょ。あ、そっか、だから慣れたってことか。うん、そうね私の話はいいんですよ。あ、そうですね、はい、でも僕はねグランプリっていうものもらったことがないんでね、はい、いつかまあ F1 とかでは取りたいなとは思ってます。いやいやいや、今更だと思いますけど乗れないっつうグランプリですよ、グランプリすごいですよ ね。だそれでちょうどそれが震災の前だったのでね、はい、で本選が東京の方で大々的にやるっていう時に、うん、直前に震災があったもんですから、はい、そうなんです、ね、それでその本選の方は中止になってしまったんですよね、はい、だから幻の、あ、そうだ、出てれば絶対本選もグランプリだったのにって、うん、さなちゃんは思ってるそうですけど、いやいやいや、恐れ多い、ね、だけどそれは残念だったんですけど、また夏にね、はい、その大会があるので、はい、そちらにも挑戦しようという、はい、ね、期待の新人でございます、はい、
で、サナさんがなんであのこうやってあの番組に来てくれたかっていうと、あの今ツイートキャスティング、はいはい、ツイキャスというのでね、はいはい、これ便利ですよね。 iPhone1 個でできるんだもんね。そうですね、スマートフォン1個置いて、それに向かってこう、それについてるカメラに向かって歌うと、それが全国に、うん、世界中に流れるというね。すごい簡単にできちゃうんですね。そうなんですよ。そのツイキャスでそのサナちゃんが歌っているところに続々と人が集まって、はい、すごい子がいるぞ、すごい子がいる、盛り上がっているとか、ですごい子がいると必ず大騒ぎをするのが、うん、あの桜ママって人なんですよ。そういう、うんうんってうなずいてますけど、そういう人、あの向井実さんも見つけ出したの桜ママですからね。見つけ出した海の親って言われてますから、ね、そうなんですか。すごい。それで桜ママがツイキャスですごく良い歌を歌う女の子がいるっていうことで、あの今回ママ桜ママが東京の方でイベントをやられるんですけど、はい、そのイベントに、招いて、はい、それで東京で初めてのライブをやるっていう、はいね、そんな流れでこの番組に今お越しいただいてるんです。ギター弾き語りのね、はい、弾き語りで歌ってますけど、今そなちゃんは歌ギターを始めたのはいくつぐらいの時だと。ギターを始めたのはだいたい16歳、高校1年生くらいの頃ですね。16歳って言ったらもう思い出せないな。思い出せますよ。あなたまだ半分だもんね、16歳っていうとね、うん、まあ、人生の分岐点ぐらいですもんね。そうね、お肌のまだかりからどうぐらいですもんね。16って言ってもだって4年前だもんね。3、4年前か。そうですね、ね、つい最近のことじゃないですか。そうですね、その割にギター上手になったね。いや、ありがとうございます。あのギターって誰かに教わったりしたの？教わってないです。全く独学？はい、あの見よう見まねで。へー、なんかこう本を見たりとかしながらですか？コード譜とかの。そうですね、あのスコアを初めて買ったスコアの裏にその、うん、あ、コード表がついてて、うん、あ、それを、あ、それを見てその黒いボタンのところ、黒い丸のところをこう押さえて、ね、はい、こうやりながら、じゃあこの歌いたい歌がこれが歌えるようになるためにっていう感じで覚えていったのかな。そうですね、でもなんかこう流してって弾いてみたいのをこう見て、うん、こうやって弾いて、でもね、4年でこんなに上手になっちゃうのはすごいですね。アルペジオもやるからね。うん、アルペジオなんてあのできないやつ多いですからね。難しいですよね、やっぱストロークように、ね、ストロークしかできないやつとか多いですから。 うちの店でやってるアコースティアよくそんなやつが来ます。いいんですよ、アルペジオできるようになってから来いみたいなやつがいっぱい来ますけれども、ね、サナちゃんはもうアルペジオができるという、うん、いやまだまだですが。いやいやいや、ね、頑張って、ね、練習されたのが分かりますよね。でもギターってさ、女の子って最初やっぱり手も小さいしさ、うん、はい、手が巨大だとかないよね、なんかね、あ、ちっちゃま可愛らしい、白いちっちゃい手して、赤ちゃんか。普通だったらギターってほら、ね、男の人の手だとやっぱり、それでもね、日本人にはね、やっぱり結構厳しいもんがあるんだよね。うーん、あのアメリカの人たちとかもっとでかいじゃん、はいはい、だからね、結構しんどいものがあるんだけど、それをよく乗り越えたなと思って。 F とか最初から引っかかんなかった？F はもうあの最初弾けなかったんですけど、はい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 、もう弾けないまま、弾けないままあの好きな曲に合わせてこう自分も弾いてるふりをして、音が鳴ってる手でみたいな、そう手でどんどん進めていくんです。なるほどね。それが自然にいつの間にか抑えられるようになった。ある日なんかいつも全然出なかった音がちょっと出るようになって、うん、そうそういうものなんだよね、ギターってね。あのその日はいくら練習しても手も痛いし、うん、ここのあたりもつってくるし、うん、手のね、なんていうんですか、ここはふくらはぎじゃねえや。なんていうんですか、ね、手の甲の上のあたりの、そうが、あの痛くなってくるしさ、うんうんうん、でだいたいその日はもういくらやっても音が出ないんだけど、うん、ある日ふっと出るんだよね、なんかね、ポロロロンじゃん、あ、鳴ったって。じゃあやっぱり積み重ねが大事なんですね。大事なんでしょうね、うん、だ女の子でそこのハードルを超えられる人少ないんですよ。あ、そうか。そこで挫折する子が多い、うんうん、古谷香織にも確か何年か前にギターを弾けって言った覚えがある。痛くてさ、指がやっぱりですよ、ね、うん、指が硬くなる前に挫折した。そうだよね、うん、だからそこをよく超えたなと思ってね。一番最初はじゃあ、あの人の曲をもちろん ね歌って、はい、どんな人の曲を歌ってたんですか？やっぱ一番最初は私あのジャニーズが好き。あ、ジャニーズ好きなの？そうなんです。それでその結構ギターとかも弾きながら歌う方とかもいたりして、永瀬くんや。
じゃないんですけどもうちょっと下の世代かな、ね、あ、分かった、リーダーや、もうちょっと上がっちゃったじゃん男組や遡ってどうするんですか、知らないと、よっちゃん、よっちゃん、よっちゃん違いますちょっとね、最近の人気の若手ですよ。よっちゃん、よっちゃん知ってる？うわ、よっちゃん知らないな。ジェネレーションギャップですよ、西さん。よっちゃん結構あのジャニーズの CD でもギター弾いてるんですよ。あ、そうなんだ。そう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 、今はね、浜崎さんの後ろで、ね、そう、ね、弾いてる姿をよく見かけますけど。ジャニーズでギターって言ったらよっちゃんなんだけどな。もう今は違うんです。まあ、それでそのよっちゃんに憧れてギター。違いますよ。違います、はい、え、関ジャニの？はいはい、関ジャニ8でギター弾く人がいるの、はい、あ、そう、関ジャニ8っていつもふざけてる人たちでしょ、なんかそうですねそうですね、割となんか楽しい歌を歌ってる人たちだよね、わしおいわしおいとか、よいやさいよいやさい言ってる人ちゃう、そうです、そうです、DDの歌詞か、でも演奏ギター弾かれたりする時もあるんですね、そうなんですよ、あの、バンドもできる、あ、バンドもできるんだ、そのベースやれる子もいて、うん、ドラムやれる子もいて、あ、そうなんだ、へえ、あ、じゃあ TOKIO みたいにやろうと思えばやれるんだ、いつも、そうです、へえ、何曲かそういうので出してます、最近出た曲もそんな感じで、そうなんだね、だけどあの知ってる、ズートルビって演奏できるの知ってる、また戻る遡りすぎじゃないですか山田隆夫さんもちゃんとね座布団運んでるだけじゃないですかそう演奏してるんですよ、知らなかったですヒルドラでお父さん役やってる荒井康弘さんって人もドラムをやってたんですよ、へえ、あんまり興味ないと思いますけどそれでギター憧れて、じゃあエレキギター弾きたかったんじゃないのっていうわけでもなくて、うん、そう、そのアコースティックギター、いとこがアコースティックギターを買ったのを見て、はい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 、ああいいなあと思って、いとこは大体同世代ぐらいなのじゃないです、結構年上、結構年上の、うん、へえ、それを見て、あ、いいなあ、ギター弾いてる姿見て私もやりたいなあって、そうなんですよ、なんかもともとそのギターっていうものを少しやってみたいなっていうのがあって、でこう買ってきて弾いてるのって、うん、いいな、なんでその赤いギターだったんですよ、赤いアコースティックギター、なんかちょっと小豆色みたいな、はいはいはい、マッペが持ってたな、そんなのな、そうです ね、そういうヤマハかなんかのイメージがね、うん、だいぶ最初の頃ですよ ね、きっとヤマハのギターはいいもん ね、そうです ね、やっぱりヤマハだよね、そうです ね、今使ってるのヤマハだよね、今使ってるのはあれ今使ってるのは違うやん、まあ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 、いろいろありますから、楽器もいろいろ様々ですから、そうです、ヤマハだと思えばヤマハですからコンテストの時にはね、次あの頭にヤマハって書いておくといいかもしれないギターなんて、ね、それは影響されないんじゃないですか、別にされるかもしれんやんけちょっとでもコビ売っといた方がええやんけ、コビ売らなくても実力でいけるから大丈夫ですあ、そっかそっかそっか、分からへん、俺実力のある人の気持ちが分からへんそうやって生きてきたから、そうなんです、うん、姑息な手段だけで生きてきたから、サナさんの場合は大丈夫、そうね、それでギターそれで弾けるようになって、最初は、はい、時はその関ジャニの曲とかを歌ってたの？そうですね、そのアコースティックギターを使ってる曲とかあって、あ、なんかそのアルバムとかで、うん、そのソロが入ってる、はいはい、アルバム各メンバーのね、ソロがね、うん、でそのギターを弾ける人3人いるんですけど、はい、そうなんだ、その人たちがこうアコースティックで歌ってるやつとか、そのバンドでやってるバージョンのやつとかをこう、あ、そうか、え、じゃあ関ジャニ8のバンドスコアみたいなコメントとかって出てるの？出てないです、え、それはどうやって調べたんですか？歌本みたいなやつ、耳コピか、耳コピだと、かあのインターネットに出てるやつだとか、はいはいはい、あとはライブの DVD を見てどこ押さえてるかを見て、すごい、それはよく研究しないとわかんないよ ね、なかなかできることじゃないよね、うーん、へー、でもあの関ジャニ∞の曲って男の子じゃない、はい、だから女性の歌とかはやらなかったの、それなんかと、やっぱ一番最初に買ったスコアは、うん、その関ジャニ∞の次に、うん、その自分のギターを買った頃か、まだアコースティックを借りてた頃かちょっと忘れちゃったんですけど、前人のギターでやってたんだ、
そうなんです、その、うん、いとこが引かなくなっちゃって借りて、ね、借りてたんです、はい、早いね、いとこが引かなくなるのね。で借りてて、あ、そう、でそれで練習してたんだ。はい、それで練習してて、関ジャニの次にはやっぱりあのアコースティックギター弾き語りといったら、はいはいはい、ゆいちゃんのイメージがあって、はいはい、うん、なんであの、ね、近くの楽器屋さんに行って、あのなんか全曲集みたいなのがあって、ああるよ、ね、うん、でそれを買ってきてやった感じです、ね、じゃあその時にはもう結構コードなんかも知ってて弾けるようになってた。そうかもしれない、あの簡単なやつは多分弾けてた。へー、すごいね。じゃあもう完全独学でほとんどやったんだね。頼りにしてたいとこもやめちゃうしね。でそこから教えてもらったりしてるのかな。いとこに教えてもらったのかと思いきや、やめ、やめてやんの。まあでもだからギターをね使えて自分のところに来たっていうのはいいきっかけですよね。なるほどね。じゃあでもゆいさんの歌とかはやっぱり自分でも歌いやすいじゃない、関ジャニとかよりも女の子のキーだし。そうですね。ね、そういうの歌っててオリジナルを作るようになったのはいつぐらいかな。はギターを始めてから半年か1年ぐらいに、あ、そう、多分だいたい弾けるようになって半年1年とか、あ、そうぐらいに自分の曲を作ってみたいなと思って書き始めたね。今初めて書いた曲とか覚えてる？覚えてます。 そんな昔じゃないもんね。そうね。そう、今でも歌い続けてますか、その曲？いや、あのやっぱ、うん、そのゆいちゃんを弾き語ってたので、そのなんていうか癖というか、ちょっとこう、ちょっと似通った感じのね。初めて作った曲は、あの好きな感じの流れのやつとかあるもんね。コード進行こういう感じとかね、覚えたコードの流れとかやっぱ癖がついてるっていう。なるほどね。ちょっと今聞くとなんかうわパクってるって思ったし、なんかぽいぽいなって。なるほどね。それでじゃあだんだん曲作ってるうちにもう今40曲以上あるんでしょ、だって、はい、オリジナルが、すごい、すごいよね。いや、中にはまだこうちょっと未完成のやつもちょっとあったりしたりするんですけど、40曲っていうとさ、今あのだいたいストロークで、はい、ガンと歌う感じの曲多いけど、はい、結構いろんなタイプの曲あるの？そうですね、アルペジオの曲もあったりだとか、あ、そう、そのアルペジオからストロークに入ったりだとか、そういう曲も。40曲というとね、結構バリエーション出てくるもんね。うん、 その中で40曲の中でじゃあ、お気に入りの曲って何曲ぐらい？あ、でも最近の曲は結構お気に入りなんです。あ、なるほどなるほど。やっぱり自分でもこう詞書いてたりして、曲書いてるうちに分かってきたことと、ね、自分らしいのはこういうのかなっていうのがだんだん出てきたのかな。そうですね。あ、そう。でも歌はじゃあギターと前にもともと好きだったんでしょ、はい、歌。そうです ね。が、あのちっちゃい頃からよく歌は歌ってると。あ、そう。へえ。だったみたいで。なんか歌を教わったりとかなんかそういうことはないの？こういうのを教わったことはないんですけど、うん、私小学校の時に3年間合唱部に入って、はい、あ、合唱部にいたんだ。なるほど。高学年の頃に、で、そ私その幼稚園、いや間違えた、うん、小学校の入学式、小学校の話言ってたな。小学校の入学式の時に、その歓迎みたいな合唱部の方々がこう歌ってくれたりするんです。でそれを見て、わ、入りたいと思って、でも4年生からしか入れなくて。あ、そうなんだ。そうなんです、高学年からしかできなくて、でもうずっと入りたいと思ってて、3年生の終わり頃にこう合唱部に入りたい人はこの紙に書いて出してみたいな、次の日速攻書いて持ってってやります。待ってましたって感じなんだね。やっと来たっていう感じで。じゃあ小学校4年からもう3年間、はい、それはでも合唱部だからなんか歌う曲もポップスとかじゃなくて、そうですね、合唱の曲だよね。第一三章とかな歌も。それは歌ってないんです。あ、そう。パートはどこ担当だったの？私は、メゾだったりソプラノだったりを弾きしてました。あ、上も出るけれどもみたいな感じで、うん、今さ、あのツイキャスで歌聞くとすごい声量だなと思うんだけど、その時から結構合唱部の中でも私声量あるなと思ってた。その時は思ってなかったですね。その時は思ってなかったんですけど、うん、中学校に上がってその合唱祭みたいなのあるじゃないですか、うん、ありますね。はい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 、で、その私その合唱祭とかだと、うん、メゾンのパートがよくあって、うんうんうん、はいはい、
で私とその友達2人いるんですけど、はい、が前列にこう並ぶんですね、うん、こうなんか席順みたいな、はい、でその両側の2人は、うん、あの演劇とかを演劇部だったり、うんうんうん、だったりそのすごい元から声が出る、あーなるほど、ちゃんと発声とかやっててね、はいはいはい、その3人がこう、うん、私と並ぶと、うんうん、あのこう大体ちょっと出してとかって言われるじゃないですか、もうちょっと出して抑えてって言われたらちょっと出すぎみたいな、あそうへえ、なんかもうこっちのパワーもすごくて、うん、へえ、もともとじゃあ声量あったんだね、多分ね、分からないですけど、運動は何かやってたの他に、はい、スポーツとかやってたの、スポーツは私中学校の時に卓球やってたんですよ、卓球、あれチャーってやつだそうですね、それで発声が声量がついたよ、きっとみんな声そこでも叫んだことはないかも、あそう、分かんないけどテレビでしか見ないですよ、ああいうでも言いますよ言ってるみんなサーブする時とか、そうなんだね、うん、あれで声量がついたわけじゃないテニスでもあの声量つきそうだよね、あのサーブの時の、あーとか言うのってあこの人声量つきそうやなと思うんだよね、じゃあもともとなんだね、声量がすごかったのね、そうなんですかね、でもツイキャス始めた頃の録画を聞くと、うん、どっから声出してるんだって思いますあそう本当に、あそう始めてから、うん、だいぶ今みたいに出るようになって、本当、最初の頃なんかやっぱ控えめに歌ってたのか何なのか分かんないですけど、ね、だってお部屋で歌ってるんだもんね、そうですね、ね、よくお部屋であんな堂々とね大丈夫ですか周りから大丈夫さんよとか言われない田舎なんでね、そうやってあの、まあ、ツイキャスでもあのずっと大変な声量で歌ってるんですけれども、うん、飲み物とかある、あ、あります、大丈夫、はい、ちょっと飲み物を飲んでもらってちょっと歌を歌ってもらってもいいかしら、はい、聞かせていただきましょうかね、はい、生歌を、うん、せっかくですからね、なんせ曲もそれだけ書いて、ギターもだからきっともともと結構器用なんじゃないのかしら、うん、ね、独学でそこまでそこまでね、ここまで弾けるなんて、ね、それで曲も、まあ、あの声量はもともとあるみたいですけどね、うん、私あのちっちゃい頃からクラシックピアノを中学校までやってて、あ、そうなんだ、うん、それでなんとなく、じゃあピアノの弾き語りしようとか思わなかったね、は思うんですけど、うん、コード弾きが分かんなくてピアノだと、ああそうかそうか、クラシックの人だとね譜面で全部かけていくからね、なんであの一回挑戦して作ったことなんですけど、はいはい、やっぱりなんかこうなんか取ってつけてみたいな自分の思いイメージ通りにはいかない、はい、それももう今ギターの弾く曲になってて、で、あのピアノのやつはその始めよピアノのなんかコードを弾こうみたいな、うん、ああそういうのから一応勉強して買って見てるんですけど、両方できるようになるといいよね、そうですね、ピアノとギターの弾き語りとか ね、じゃあちょっとギターの方準備していただいて、はい、あの立って歌っても座って歌っても好きな方でいいですからね、はい、さっきあの金曜ハミングの中で今っていう曲、はい、これ IMA って書くやつなんでしょ、そうです、ね、小文字で IMA で最後に、うん、あの句読点の丸がつく、丸が、あ、はい、今そこまでなんだね、そう、今丸なんだ、今丸なんだ、はい、今丸でお名前もアーティストネームも小文字で SANA に最後ドットがつく、はい、あ、そうなんだね、ドットがつく、なんでドットがつくかっていうと、うん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 、あのうちの父がドットつけた方が画数がいいって、うん、あ、なるほど、へえ、でドットをつけました、今丸は、今丸はなんかこう最後にこう丸って止まる感じが好きで、私結構あるんですよ、丸がつくタイプの、モーニング娘が好きとかそういうことじゃなくて、そういうことじゃないですけど、モーニング娘も好きですけど好きですけど、そういうことだね、こだわりをね、こだわりをねつけてらっしゃるんですね、なるほどね、うん、あ、でもそドットをつけると画数がいいっていうのはね、うん、なるほどって感じがしますけど、そうです ね、じゃあ今度は何を歌いましょうか、今度は、おとぎ話っていう曲を、おとぎ話最近できた曲なんですが、あ、そう、最近の自信作をじゃん、そうですね、ね、じゃあぜひよろしくお願いします、はい、今日は生たれ、あの普段はライブハウスでね、はい、ちゃんとあのセッティングしてギターのラインとかいろいろバランスを取ったりとかするんですけれども、うん、今回はあのFM 相模のスタジオで生歌を歌っていただくので、あのマイク一本で、うん、はい、なのでちょっといつもとは違うかもしれませんけど、そうですね、十分楽しめると思いますので、はい、それでもじゃあ早速よろしいですか、はい、じゃあさなちゃんの生歌
ここからお楽しみください。どうぞ。Oh,
素晴らしいですね。はい、ということで、さなちゃんの弾き語りで、はい、おとぎ話という曲を、はい、聞いていただきましたけど、どうします、やり直しますか。はい、コロコロンってね、こういうので集中力落ちるからね。こういうのちょっと気が散ったりするとチッとかいうのが入っちゃうかもしれないし、ね、ちょっと一回抜いちゃってもいい。はい、リハーサルの方はこれで OK なんで、じゃあそろそろ本番に、はい、今の全くなかったことに喉温まったし、ね、2回弾けるっていうのもね、うん、ラッキーって。だからタイムラインの人も気を使ってまだパチパチしない。なかったこととして今リハーサルなんで、はい、今から、はい、今から本番に。じゃあもう一回。いや、どうぞどうぞ、全然、はい、焦ることないですから。ただ僕は早く肉が食べたいだけですから、時間的には何の縛りもないので。西さんのことはどうでもいいんです。どうでもいいんですってどういうことですか。さあ、じゃあもう一回、ね、はい、何もなかったことにして、はいはい、最初、うん、声だけちっちゃかったとかありました、入るときに。大丈夫よ、でかくてとか。大丈夫大丈夫大丈夫、はい、こっちの方でバランス調整しながら、はい、ありがとうございます、合わせますので、いつもの感じで歌ってください。それでは桜間までおとぎ話。ちょっと違う、そういうボケしよう。違ったっけ、違うよ。じゃあもう一度、はい、はい、本番です。なんだっけ、さなちゃんでおとぎ話聞いてください。Oh,
はい、ありがとうございました。スナちゃんの生歌でおとぎ話という曲を聴いていただきました、はい、やっぱりギターもね、ストロークもすごくスナップが使えてて上手ね、うんうん、女の子とほらよく手首使わないでこう、はい、肘から引いてる子いるじゃない、よくなんか、はいはい、不器用そりっ子不器用そり、綺麗なストロークでね、なんか洗濯糸で洗濯洗ってるみたいな、なってる子いるじゃないですか、はいはい、で綺麗にストロークも響いてるしね、うん、でもね指とか細いんですよ、ね、細い指でしっかりでも押さえてね、なんか、ねなんか応援したくなるよね、なんか見てるとね、うんうん、指が折れちゃわないかなって折れちゃうんじゃないかなって本当にそんな風に見えました ね、 素晴らしいね。でも難しい歌随分書くようになってきてるんだね、きっとね。多分そうですね、結構自分にチャレンジしてる感じもあるんじゃない、曲の中でね、かなり今のなんてレンジも広いしね、あのリズムのふわりも早いし、ファルセットも1個だけ入ってきたりとか、細かいふわりながらかなり難しい曲だよね。そうです ね、 ね、これを歌いこなすのは相当なもんですよ、まあ、作るだけでもすごいですけど、うん、大抵シンガーソングライターって自分が歌いやすいものを作るじゃないですか、はいはい、このチャレンジする姿勢素晴らしいですよね。ありがとうございます。これからもチャレンジし続けてぜひ、はい、いただきたいと思います。どうぞギター置いちゃって、はい、あ今129人ぐらいの方が見てくださってますね、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、あの金曜ハミングが放送終わった後の、はい、ユーストハミングという時間帯でね、そうですね、FM 相模で収録しております、収録しております。ちょっとあのいつもの金曜ハミングのユーストハミングではね、はい、もっとバカなことやってるんですけども今日はあの一応ちゃんとした放送を、はい、ミュージックボックスのインタビューを取らなきゃいけないので、ちょっとだけあの皆さん我慢してくださいね。もう少しで終わりますからねって言いながら、まあ、30分で終わるって言ったインタビューがもうすでに40分だった予想はしてました。じゃあ今のはこの方がやり直すからや、すみません、ごめんなさい、ハプニングですから、あれはハプニング練習したのね、そう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 、リハーサルだから、ね、いきなり歌はね、あんだけしかも喋らされていきなり歌はね大変ですから、ね、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。今日ちょっとイベントのことをもまた触れておきたいんですけど、桜ママの、イベント東京で今回初めてですよね、はい、これなんか東京でこういうイベントをやろうっていうきっかけはあったんですか、なんか。いや、お店を4月に今年もね4月にね、お店、はい、兵庫の方にあったお店を一回クローズして、あ、ママちょっとだけマイク近づけてもらっていいですか。であのあれですよ、まあ、あの関東の人が多いんですよ、はいはい、割とお店に遊びに来てくださった方が、ユーストとかねツイキャスとかそういうので全国的に今知られてますから、うん、であまりにもその無下にバンと閉めてしまったので、うん、あもうお礼巡業みたいなもので、うん、あなるほどね、東京で一度やってみようと、はいはいはい、でその時にちょうど彼女のキャスに出会って、はい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 、で呼びたかったんですよ、はい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 、で呼ぼうとして呼んだら、うん、もう店パンクになっちゃって一客様予約いっぱいで、うん、でも入れなくなったんです、すいません、ね、でそういったら今度またねその1日の間いろんなイベントしながら、うん、お礼がてらやろうっていうこと、うん、いやでも嬉しいですよね、関東に住んでる関東の方たち、ね、そうですよ ね、 ありがとうございます。それなのに今回は、ねなんか関東の人たちだけじゃなくて熊本から来たり、うん あ、 あっちこちが来るんですよ、ね、すごい、それも嬉しいことですよね、ありがとうございます。本当にね、そこのまま今後もなんかまたイベントやっていこうかなとか。そうですね、やっていきますね、うん、であの今回はあの東京なんですけど今度は福岡とか、うん、関西でもまたやりますし、また東京の年末ぐらいにまた、はいはいはい、来る予定。桜マンはもともとその兵庫であの飲みどころさくらっていうお店をやってて、うん、そこからあのユーストリーム配信とかね、うん、ツイッキャスティングであの配信したりしてて、でそこにみんないろんな人が集まってあの結構有名人の人なんかもね、あの、ね、集まってきたりとかして、多かったですね、でもあっという間にユーストの世界で有名人になられてでそれで何でしょう、いろんなアーティストを発掘したり、うん、ねえスカウトかって思うぐらいのすごいですよね。でもあのそういう、まあ、その耳とかそういうセンスもあると思うんですけど、うん、あの今回出るあのギタリストの子なんかもすごいんですよね。そうですね、一回聞いたら分かるんですけど、出るなんていう人でしたっけ、
ヒデプーさんっていうのね、静岡のね、静岡のヒデプーさん、彼もすごいんですよ、ね、超絶ギタリストで、やはりユーストリームツイキャスで、そうですね、ユーストリームツイキャスで見てて出会って、はいはいはい、まあ、言ってもユーストリームっていうのはやっぱりネットだけの社会で、やっぱりネットで止まるじゃないですか、そうですね、でそれをまた外に聞かせるっていう、その機会を作りたいっていうのがすごい出てきたので、はい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 、はい、うん、言ったらやっぱり生の音をね聞いてもらって初めてアーティストさんは育つし、ね、うん、そう思ってそれを始めたんですけどね。なるほどね。で、あの他にその桜ママのその桜っていう名前で曲を、はい、曲が生まれたりね。そうですね。向谷実さんが曲を作ったり、でキムビアンカさんが詩を書いて歌ったりとかね、はい、そんなのが配信されたりとか。でもそんなこと桜ママも最初は考えもしなかったでしょ。全然全然、ね、まさかお店に中西圭人さんやってくるとか、ね、ジョークダさんが来るとか、ね、まあ、ジョークダさん、中西圭人さんとかジョークダさんとかみんな、ママが見出した人たちですね。いや見出してないしでも昔から全員人が変わってますよね、形が。ああそうですね、体の形が西さん含み、確かに確かに、まあ時の流れというのはね、年を重ねるとね。でそれでまあそのお店閉められてからそうやってイベントなんかもやられたり、そうですね、はい、っていうことしてますけど、今最初にさなちゃんのツイキャスとかでご覧になった時の印象ってどうでした？いや、あのね、さなちゃんはね、最初は見た時は確かまだ顔出しをあんまりしてなかったのかな。あ、最初顔出ししてなかったんですか？歌声だけだったんですよ。でそれで CG だ、 CG じゃないかっていう噂があったのね。そう違う違う、また話が今一生懸命話聞いてるんだから邪魔しないで、ちょっと静かにしてます。でも最初さなちゃんの聞いた時に、うん、あ、ちょっと荒い、うん、弦の音も荒いし、でも聞いてると、あ、何回か聞いていくと、うん、あ、ありかなって、でだんだんそれが慣れてくると、はい、柔らかく聞こえてくるようになったので、私結構ギター音はすごい好きで、で私の友達もエレキギターしてた、エレキじゃないわ、アコースティックやってる子もいたりとかして、まあ、ユーストリームでやってた時に、ちょうどその友達がやってた時に向谷さんとかみんな見てたから、やっぱりギターの音は好き で彼女のも聞いてるとすごい、そのパフォーマンスっていうか、うん、キーをいっぱい出すじゃないですか、うんうんうん、1曲の曲の中に、そうですね、そんなにいっぱいいらないじゃん、うん、こうなってぐらいレンジも広いしね。そう、うん、だからもうすごいこう食いついて見てしまって、そこからですね追っかけてましたね、ずっと。ね、偶然的にその東京に来るとかなった時に、じゃあ東京に来るのはやっぱり日産にって言って名称送ったんですよね、西さん。あ、そうですね、はいはいはい、西さんちょっと見に来てた、西さんたまたま来てたんです、ね、そうです、そうです、で来ていつ起きてるか分かんないんでね、僕ね。それでツイキャスを見られたんですね、西さんもね。そうです、でこの子は素晴らしい、すごい声してんなこの女と思って、この女って失礼ないや確かに荒削りというかそういうところもあるんだけど、うん、意外とさ、そういうのってテレビでは絶対聞かないじゃない、うん、テレビで聞くものって全部完全にこう整理整頓されたもの、はい、はいどうぞって渡されるじゃない、うん、やっぱりツイキャスとかで、うん、そういう山形の20歳の女の子が気持ち込めてガーッと歌ってる姿っていうのは、うん、やっぱりその方がまっすぐ心に突き刺さるよね。純粋に来ましたよね、うん、そう、そういうのでファンになった人も、うん、きっとね多いと思うのよ、うん、なかなかそういうのって路上とかでやってる人はいるけど、はい、そういう人たちも案外こう地方でやってたのが東京に出てきて、で、あ、こういう風に歌わなきゃいけないのかとかいろんなことがあって路上でやってる人が多いから、割と整理整頓された人が多いよね、で彼女本当枠に入ってないんですよ ね、枠外ね、だからこそ可能性があって、まだまだこういろいろね、だから本当にそういうのがストレートに飛び込んできたんでね、それを見つけた桜はもうさすがだなと思ったんですけど、いつも言われるんですよ、なんでって言われて見つけたんじゃなくて、たまたま友達が見てたんですよ、彼女のツイキャスを、ね、で、はいはいはい、一緒ですよ、だから西さんにつなげたのと同じように、その子はまた見てってきて、はいはいはい、でどう思うってきたから、最初は
正直な話、はい、最初1曲でやめたんですよ見るの。あ、そうですか。やめてようか。うーん、でやめたんだけど次またやったから、はい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 、プッシュ通知入れちゃったんです私。あ、なるほど、なるほど。夜中ガンガン鳴るの最近は注意してる。そんなに遅い時間帯ようにか。いや、すごい湧くぐらいしますツイキャス。で途中でなんかもう呪われたかのように見なきゃいけないんだとか、ね、まあ、そういう一生懸命さとかもね大事ですよね、うん。まあ、だからそういうのできっかけにこうツイキャスっていうのでね、新しいメディアでいろんな人に知ってもらって、うん、ここから今後が楽しみなアーティストっていうのに出会えるのはね、うん、素晴らしいことですよね。で今回はママのイベントでライブ、うん、東京で 初ライブなんですけど、はい、もうあっという間に予約がもう売り切れてしまって、もう満席です。満席になってすごいね。まあ、これ放送の時にはもうそのライブ終わってるんですけども、ね、そうですね、ラジオの方では、うん、ライブに向けての意気込みとかどうですか。結構長いステージになるのかな、うん、30分ぐらいの2時間です。2時間のステージやるの。はい、え、サナさんだけで2時間のステージやるの。彼女が一番長いんです。うわお、すごい。じゃあ曲数も結構な曲数になりますよね。そうですね、15、6わあ、すごい。もうワンマンライブぐらいの、ね、2時間のライブちゃんとリハーサルとかやってみた。自分で時間計りながらこう曲を全部そうですねやってみた。結構こう大変かなと思うけど、でもやっぱりこう来てくださる方々に一番何か伝わったらいいなと思って、ずっと喋ってたらあかんねんで。そうでよく言われるんですよそこ気をつけないとね。タイムラインで今回のライブサナさんはあれで2時間トークでしょとか喋ってるとあっという間に2時間が過ぎてますよ ね、 そうだねみたいなことで、9割トークで1割歌なんでしょ私よくツイキャスって1枠30分なんですけど、そうですね、1曲しかその枠で喋ってたりとかっていうことが本当あるんだ。本当それがもうレコルトみたいな、はい、その時マイクオフするから強制的にも、まあ、追加ではね、サナちゃんのそういうトークを楽しみにしてる人もね、うん、たくさんいるでしょうけど、2時間で15曲やろうって思ったら喋り、うん、すぎたらあかんね。そうだね、時間配分気をつけていかないとね。あ、足りなくなったってまあ、そんなライブ活動今後って 今、はい、今特にライブハウスとか、はい、そういう路上とかもやらずに、はい、ツイキャスでのそういう発信をしてるじゃないですか、はいはい、今後はどんなふうに活動していきたいとかありますか。今後はやっぱりもっとその直接人の、うん、人と人の間で歌いたいなって思います。人と人の間で歌うっていうのは誰かとか、今日本語がおかしかったです。 A と B の間の歌って日本語がものすごくおかしかったんですけど、人と人の触れ合いの場所でやるとなるとやっぱり直接こう聞いてもらえる、生で聞いてもらえる、ね、じゃあやっぱライブとかっていうのがいいかな。今これからも活動一応拠点は山形の方でしていこうかなと思ったの。そうですね、どうなるか分かりませんが、でもやっぱり地元のライブももっとやっていきたいなと思います。そうですね。あと今後例えば歌の中でさっきは今大体すごくポジティブな自分を励ますような、そしてみんなを励ますような、そして自分にチャレンジするような難しい曲をやってるけど、今後こういうことをこういう曲を歌いたいとか、こういうものを伝えたいとかっていうのってある。やっぱりそこが今おっしゃったことがすごく一番軸にしたいところなんですけど、でもなんかもっと作ってみたいなって思うのは、なんかもう意味もなくなんかノリノリの曲とか、意味もなくノリノリの曲なんていうか本当になんか音だけで楽しめるような曲とか作れるようになったらいいなと思うんですけど、あやまんみたいなやつや、そこまでいかないけど、あそこまでいかない、あそこまでいかないけれどもノリノリの曲とかね、ロック系の、へえ、そういうタイプの曲でも、ゆうさんもそうだけど、阿部真央ちゃんとかすごい好きなんですってね、ね、もうかなりロックテイストある人だもんね、はい、ああいうのもやっていきたい、ね、いずれバンドなんかもやるかもしれないね。そうですね、やってみたいですね。なんかバンドの中でも負けないもんね、この声だったらね。そうですね、これだけのスタジオの中入ったら結果的個室が一番うるさいみたいなそんなことにもなり得るか生ドラムの前で歌うのとか大変だから ね。それでもバンドとかはきっと向いてると思いますよ。 ありがとうございます、うん、で今の曲なんかもアレンジの仕方によってはね、十分バンドサウンドでもできるような感じだし、よく作ってる時とかもそのドラムのリズムをイメージしたりだとか、してるのがそのギターのストロークのリズムになったりとかもしてるので、なるほどね。
そういうイメージはちゃんと自分でもしてるんだね、じゃあ今からね。なるほどね。で今この放送7月のもう半ばになるんですけれども、はい、今後の活動予定で何かありますか？今後の活動予定としては私以前、はい、ミュージックレボリューションに出させていただいたんですけど、はい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 、そこでご一緒させていただいたバンドの方が、はいはい、山形の企画をやる、はい、企画ライブをやるっていう、はい、うん、そこに出てくださって、それが夏ぐらいに、秋です。秋なんだ、はい、うん、なるほど。じゃあそれはもうライブハウスでそういう箱を借りて、はい、そうです。なるほど。ミュージックレボリューションやったとこと同じところ。あ、そうなんだ。山形で一番なんていうところで、昭和。そうです、ミュージック昭和。ミュージック昭和、はい、ね、ミュージック昭和。あ、そういうところよね。箱もホールもすごいしっかりしててね。そうなんです、すごい大きいところで、ね、あんなとこが欲しいわ俺ライブハウス経営者として、あんなんがいいわ俺と思って見てたの。あ、そうなんですねそうそうそう。じゃあそちらの方でライブ、はい、でそれは結構あそこも大きいところだったから結構人も入るよね。そうです ね、 ね、入りますね。ね、そのライブも楽しみですね。はい、じゃあ今後そのツイキャスもまあ今後続けていきつつ、はい、曲もどんどん書きつつ、はい、それで今度はなるべく生で人に接するような場も作りつつっていう感じで、はい、楽しみですね。二十歳だと夢いっぱい ね。まだまだこれから ね、どんなことでも挑戦できるしね。40過ぎるとな、そういう展望がなくなってくるんだな。そんなことない。40過ぎてもいろんな夢があるかと思いますよ。あれやりたい、これやりたいっていうのいっぱいあるんだけど、うん、なかなか、いやでもこれあそこしんどいしなとかね、時間かかるしな、金もかかるしなとかな、いろんなことあんねん40過ぎると今のうちやっといた方がええで今の、ね、サナさんのそういった詳しい情報とかを知りたい方は、はい、ツイッターとかを見ていただく、ね、形になるのかな、はい、なんだっけ、これは皆さんに言っても大丈夫なんだよね、はい、アットマークので言うと、はい、サナ SANAA アンダーバー57、はい、これがツイッターのアカウントですよね、はい、こちらの方で、これを、フォローしてればツイキャスやる時も分かるんだよ、ね、はい、分かります。始める時、時間が早い時だと、はいはい、最初の方だとちゃんとツイッターで通知もする。あ、なるほど。遅くなったらそれはまあ離通知しないように、最近は12時超えたらしないようにしてます。なるほど、偉いね。12時過ぎでもやってるってすごいですねさ、12時過ぎにやるとさ、ツイキャスってその最初にねそれを送るかどうかっていうのを選べるんだけどね、はいはい、30分ごとに切れたり、うん、まだ30分ごとならいいんだけど、うん、電波が切れたりとか、あ、充電なくなってプチッて切れて、 iPhone でねやってるからメールが来たりとかいろいろありますもんね。ひどい時ね1時間に 5,6 回来るやつありますからね、なんかね、はいはいはい、もう分かったっていうそっかそっか、ね、そちらのツイキャスの方ぜひ皆さん見てみてください、はい、そうですね、彼女の素顔のトークも楽しいですし、はい、そういうそれとね同時にまた先ほどのようなパワフルな力強い歌声も聞けますので、ぜひ一度ツイートキャスティングというやつ楽しんでいただきたいと思います、はい、ということで今日はわざわざ山形からね、はい、この番組のためにお越しいただいた、なんで黙ってるの実は桜ママのイベントのためにそうですやってこちらにお越しいただいたので、ね、僕がどうしても一緒に焼肉食べたいということでわざわざ相模原まで来ていただきました今日は桜ママね、ありがとうございました、今後もまたイベントとか、はい、あとお店やらないんですか？これ以上みんな聞かれるんですよ。実はちょっと考えてます。やりましょうよ。そうなんですか、はい、どこでやるかどっちかなんです。相模原あたり安いですよ結構。またこっちに呼んじゃう。ね、相模原はね、うちほらもうパーさん住んでる。ばあちゃんいるんですよね。ばば、ね、あ住んでる。勘弁なんですよ。ね、でもそういう、まあ、イベントもそうですけどお店はまたやってくれないかなってね、人楽しみにしてる人も多いと思うんで。いやでも今ちょっと。もう一つの会社に入っちゃったんで、ああ、そっか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 。そこでね、やっぱり そんなに身勝手には動けない状態ですもんね。まあ、今後も応援してますんで、一つよろしくお願いします。はい、そして、ゲストは二十歳のシンガーソングライター山形が来てくれました、サナちゃんでした、はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、収録が終わりました。無事に。結果的に1時間しゃべりましたね。本当ですね、1時間経ちましたね。ピカリさんやっぱり1時間じゃんとかで全員言われてたし、いや30分で収まるわけないなってみんな思ってました。確かにね、あとは日産の編集を、はい、
西さんが喋りすぎたなって思うところを削っていただければ。いやいや、西さん全部私を削っていてください。いやいやまあまあまあ、いろいろ頑張りながら、はい、やってみたいと思います。その編集ダダ漏れってするんですか、また。え、編集のダダ漏れってするんですか、また。最近やってないですね。やってないですね、うん、最近その編集室やると、うん、1時間の編集が10時間かかったりとかする。そうなんです。それあれでしょっていうことにやっと気がついて話が脱線脱線して手が進まないんですよね。そうなんですよ、まあ、そんなことがあるもんですから、はい、最近はやってませんけど、まあ、これそこそこ30分ぐらいにまとまるはずです。はい、はい、まとめてライブの方もね、はい、うまくいった方をちゃんと放送しますので、うん、はい、じゃあ7月の多分3週目の金曜日。そうなんですよ、だから15日かな、うん、7月の15日にオンエアになると思いますので、はい、皆さんお楽しみに。まあ、FM 相模聞ける方はぜひ、で聞けない方もポッドキャスティングの方でぜひ楽しんでいただければと思います。はい、はい、タイムラインの皆さんもお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとそのままでしたが、ね、ひとみんみんがいる。あら、ひとみんみんさん、まこさんいたけど次ひとみんみんがいる。いらっしゃいませ。 ありがとうございます。俺タイムラインをちょこちょこ見ててこうすごい触れたかったんだけど、いろんな方がね来てくださって、ね、ありがとうございます。まこさん、まこさんってあれだってよ、熊本大会の審査員やってたんだよ。そう、まこさんをしてるんだ。審査員されてたんですか、うん、すごい。まこさんが熊本にいらっしゃいって、うん、熊本でやろうじゃん熊本でやろうってまこさんに媚び打ってちょっと媚び打ってなんかちょっと今本田さんも来てない、この世の中でマキコっていう名前が私一番好きなんですとか。何それそれ褒めるところ違う。ぜひぜひ熊本。野田さんもいらっしゃる。だから可愛い人が出てるユーストリームしか出ないってことにして。ひとみみもユーストリーム。ぜひぜひ熊本って。ね、ね、次はじゃあくたもも、くたもぼってない。熊本になりそうですね。イベントが。ね、楽しみですね。ね、三上さんもありがとうございます。たくさんの方、今110人ぐらいの方がありがとうございます、見てくださってます、ありがとうございます、ね、今ミュージックボックスという番組の収録をしておりまして、ね、ここからはね皆さんのタイムライン見ながら進行していけますので、はい、あとそうだな、じゃあ10分ぐらいあれやるか、はい、どうしたの10分ぐらいってどうしたの、あーってなんかあれまた言ったのあなた違くないって松山亮さんが帰ってくださって、いやだって違くないって言ったから、褒めるとこが違くないってあまた行っちゃったんだ、今日出てなかったのにな、ね、私も途中までよしって思ってたのに、初めてご覧になってる方、この古谷香織さんがですねどうしても違くて違くてとかね、うん、違くないとか言っちゃうんですよ、言っちゃうんですよね、違うとか違わないでいいって言ってるのに違くて違くて違くて、はい、それを直していこうと思ってるんですけどね、矢先に今日も出てしまったっていうね、言ってしまったと、まあまあそんな日も頑張ります、そんな日ばかりですけれども、そんな日いつか治るように頑張りますちょっと10分ぐらいですけれども、いつも のお題と数字やってやりましょうか、はい、この間数字やって、ね、また当てられちゃって、そうですね、大損害ですよそんなことないキーワーハミングの後のこのユースターミングではですね、いつもこんな感じで皆さんと遊びながらやってるんですけれども、はい、うん、2つ大体コーナーみたいなことやって遊んでまして、はい、1つが数字やって、はい、この数字やってっていうのは皆さんが、書いてもらうときにタイムラインに書き込みをしてもらうときに、最初に番号を入れてもらうというね、はい、0から9までの1桁の番号を入れていただく、はい、ゼロって言ってスペース入れてそれから発言していただくとかね、はい、あと何にも喋ることがない人は数字だけ入れても OK っていう、うん、でそれで僕の方で最初に数字の3桁を決めておくわけです、はい、その3桁の数字がこのタイムライン上で並ぶと、はい、その並んだ 3その3つを書いた人に素敵なプレゼントを差し上げると。そうですね、ピカリさんありがとうございます、説明していただいてね、タイムライン上で和牛命 T シャツっていうのがある、和牛命 T シャツ私は脂身って言うなってやつがパジャマになる、ね、そんなのがあるんですね、いろんなプレゼント用意しておりますので、今日も数字当てのために数字を考えなきゃいけないんですけど、何にしようかな、何にしようかな、何にしようかな、数字何にしますか、すごい思いつかないな、パッとじゃあこれはないだろうきっと、この数字でいきます、はい、わかりました、はい、
この決めた今3桁の数字があるので、うん、それを目指して皆さん、タイムラインの方に書き込んでみてください。はい、数字を言っちゃあかんよ、みんな言っちゃダメですよ言っちゃダメよ、いや大丈夫で、それの他にもう一つですね、いつもお題を出してみんなにタイムラインで書いてもらうっていうやつやってますね、はい、それがね、今日のテーマなんだっけ、今日は雨の日のこだわり、雨の日のこだわり、うん、なので、相模原地方に、うん、集中豪雨なんだけど、はい、雨じゃなかった、うん、何が降ってきた、雨の代わりに、うん、相模原だけに集中豪雨、何が降ってきた、はい、さあ何でしょう、最近なんかほらおたまじゃくしが降ってきたとかさ、 ありましたねニュースでね、あるじゃないですか、うん、びっくりするようなもの、うん、あ、そうですそうです、最初に数字を入れてもらって、はい、そのような感じですね皆さん、で数字の後にコメントとか、はい、思いついたことを書いていただくという、うん、そんな感じでございます、はい、じゃあ今からちょっと、まあ、残り5分で、まあ、10分ぐらいとかちょっとやってみましょうかね、はい、槍が降ってきた、そうそう、こういう感じのものでございます、うん、皆さん書き込んで全然構いませんよ、数字を書くのは皆さん一つです、そうです、一人が1個0から9までの1個を書いてもらいます、はい、それで誰かとたまたまその3つの数字が並ばないといけない、そうですね、だからなかなか揃わない、うん、人の言う確率で言うと5000分の1以上の確率だということなんですけど、うん、なぜかよく当たるんです、当たるんですね、これは何か数字が分かりすぎ、訳すすぎるんじゃないかとか、うん、いろいろ考えてるんですけど、はい、どんどん読んでいきましょうか、どんどん読んでくれる、こっち側ねちょっと遅いんだ、あ、本当ですか、これ今ノートで、ノートやめて、じゃあこっちにしようかな、あ、これじゃねえ、でタイムラインの方はね、私とか日産が見ているタイムライン、はい、皆さんの見ている環境で並び順が変わってきてしまうので、そうなんですよ、勝手ながらこちらでのタイムラインで揃った一組というふうになります、だから皆さんもここで揃ってても、こっちで揃ってない場合もありますので、うん、その辺はご了承ください、はい、ちょっとまだ俺見れてないんだよ、あ、本当ですか、もうだいぶ進んでますよ、なんかコーヒー読んでよ、あ、いいですか、私が読んでも、どんどん、はい、槍が降ってきた、はい、それから相模原補給所に爆弾が相模原に和牛が降ってきた、補給所っていうのあるんですよね、うん、相模原に、ね、日産が降ってきた、サナさんが降ってきた重いね、日産降ってきたらね、はい、相模原に集中隕石並みになっちゃう、豪西山警報、集中豪雨じゃなくて何だっけ、降ってきたもの、希望、まあ、うお、綺麗ね、アスペリックスさん、綺麗な人には、じゃあ私も西座布差し上げますフル座布もどうぞ、これ座布団10枚たまったらまた何か差し上げるという、サナさんお腹空いてきたよね、はい、大丈夫、この後君を肉が待っている、もうちょっと待ってね、君が大丈夫ですよ、君がもう勘弁してくれっていうぐらいの肉が待っている大丈夫だ、さあ続いてその肉が降ってきた、あ、脂身が降ってきた、カオリンの愛、あーね、うんって肉の塊、浴衣姿のカオリンとサナッチ、降ってきたらすごい、ね、ロマンスカーが降ってきた、和牛、ロマンスがね、小田急名物ですから、うん、貧乏師匠必ず登場しますね、貧乏さん相模原だけに降ってきたものは肉の神様、肉神、なんだろう肉神、そりゃ日産に決まってるでしょ、ドカーンって黄砂が降ってきた、あ、相模の空にハエが、なんかリアルですね、優しさ、あ、ちょっとアスペリックスさんなんか綺麗綺麗に、ま、綺麗にまとめようとしてるね、冷やし中華彼女に振られてきた、そのぐらい溢れた愛情博多ラーメン、マンボウ、いろんなものが降ってきます、カオリンの歌が降ってきた、お、音符が降ってきた、音符、手、何て読むんだろうこれ、難しいな、夢のような生肉夢のような生肉、小田急
小田急ね、花火が降ってきた、ありがたい、画鋲痛そう、サナが降ってきた、サナが降ってきたチェロキーが僕の愛車ですね、古谷香織さんの写真集が降ってきた、バラ巻き状態、古谷香織の、きらめき16という写真集古本屋で絶賛発売中でございます坂の三原で降ってきたもの、愛だよ愛、日産を迎えに来た天使、肉の前で生き倒れた日産を迎えに来た天使、肉の前でね、カフリン宅の戸に止まったセミ、これはありましたね去年の夏ね、セミ騒動、古ザブ西ザブが降ってきた、あ降ってきたらいいよね、貧乏神降臨、北京ダックの実だけが降ってきた、食べられる、調理済みならいいけどね、相模の空に蝶が飛んできた、あそういえばこちらの方でもそろそろ間ね、ホタルが見られるね、あそうですね、日本酒、厄介事が降ってきた、ね、やだねサナ、厄介事が降ってきたサナ、これ面白いね、西座部差し上げます、自己管理で10枚集めるといいことがあります、9枚になった時にうのって言わないと西さんから突っ込まれます、コウモリが降ってきた、おとぎ話、洗面器、洗面器降ってくるといいね、あのたらいねカラーンっていう面白いあれ面白いね、ヤマンさんね、コウモリ、コウモリは赤オリンチに住んでるんですよね、天使が降ってきた、西、ヨーグルト漬け MacBook Pro やかましい、僕の MacBook Pro がねヨーグルト漬けになって中身総特価になったっていう、カオリン飲みかけのトマトジュース、いやートマトジュースダメなんだよねカオリンね、うん、サナちゃんダメな飲み物とかある、食べ物とか嫌いな食べ物は、うん、嫌いな食べ物は強いてあげるならレバーかな、レバー、あじゃあ今日レバーなしで、レバーなしでレバーなしでいきましょう、レバー抜きで、カオリ城の信頼が降ってきた、降ってきた、それが少ないサナさんには避けるチーズあげてください、チーズ好きですか、チーズ好き、チーズが好き、お一緒一緒、私も好きです、本当ですか、カオリも好きだよね、綿飴、星が降ってきた、ヤモリ、チェロキ、未来未来が降ってくるってなんかちょっと意味深ね、ピカリさんあげよう、今日いろいろよく働いてくれてるし本当にありがとうございます、天国からサイババの砂星が3つ入れ歯が降ってきた、相模の空に桜吹雪なんていうのもあります、どこ読んでるの、あ俺が飛ばしたとこ読んでくれてるんだね、うん、職質キャスが降ってきたこの間の俺がね、やったやつイキャス、小田急さん、ポンジュース、伊藤聖光、伊藤聖光さん、シンジンか、流星群、マツコデラックス、ミスターお化け、だから愛だよ愛押すね、じゃそんなに押すなら西座部あげるね、希望が降ってきた、いいですね、ダイヤモンド、サナさんの綺麗な歌声、あ綺麗じゃないですか、お下げの女の子で物欲に近いね、これ相模のそばに香りの涙、何私どうしたの、込み上げてくる思いが降ってきた、だって地区の人だって見てるだろうから放射能とか絶対書かんそれを書いてどうするのだから綺麗系できてたのねそっか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 、お札が降ってきた、ちょうだいちょうだい、あ楽しそう、時藤三郎がいっぱいって何時藤三郎さんがいっぱいいっぱいっていうのこれやっぱりうまいね、マガルウサギさんにも西ザブです、西さんの鼻息、あ耳障りだったらごめんなさいねカツオのたたき、あ私好きカツオのたたきこれそういうコーナーだっけ、わかんないけど好きなんお前の好きなものを探すコーナーかこれちょっと好きなものが出てきちゃったからそっかそっか、あ大変だ、あ大変だ、私のテレカ、五円玉、大仏さん、カオリンが昔の彼氏を振ってきたその振ってきたね、路上で寝ているおじさん、この間もさ寝ている人がいてさ、町田ね、そう声かけてんだけど大丈夫ですって言うからそのままにしてきたんだけど災い、ね、俺がツイキャスしてた時もいたし ね気をつけないとね、新しい朝が降ってきた、いいじゃないですか、ライブ前の緊張感が降ってきた、緊張してるサナちゃん今明日のライブに向けて、私今もうお腹が鳴りそうなことで頭がいっぱい、もう鳴らさないようにと思ってこう鳴りそうになったらもうちょっとで終わるからね、大丈夫です、もうちょっとで終わるからね、じゃあ35分全然緊張してへんやん35分でツイートちょっと一旦その回答を締め切りましょうか、はい、あと2分ぐらいです、大丈夫、貧乏師匠が降ってきた、避けるチーズノンスモークへが好きなの、美味しい、違います、のスモークが嫌いなんで、あスモークが嫌いなんだ、なるほどね、そうアラサー女性のノスタルジーが降ってきた、ノスタルジー相模の空に相模の風に乗っての歌声が降ってきた、おーなんか綺麗ね、綺麗ね、はやぶさが降ってきた、はやぶさも ね相模原は弱さがあるんでね、そうねそうね、天使のプラ
プラ？プラ。ライスシャワーが降ってきた。福沢諭吉。あ、降ってきてほしいね。お札かしら。尿酸値バラ。歌声。しまった数字が抜けた。涙の雨が降ってきたす。タオリの汗。レインリミックスバージョンが降ってきた。西から昇ったお日様が降ってきた。笑いの神様が降ってきた。きなこが降ってきた。これやだね。なんか黄砂に近いけどきなこだとちょっとまた違うね、うん、駅前で配っているコンタクトレンズ店のチラシ、ね、ばらまいてるからね。絆綺麗に来るね。降ってくるかでも、間違った日本語違くないが降ってきた。あれ出ないの？あ、出ないんや。星が降るような空って言いますよね。山形とか星綺麗でしょう。やっぱりそうですね。こっちで夜空見上げるとなんか汚いでしょ空。汚い。今日は星見えないかもしれない、ね、曇っててね。曇っててね。相模の空に鮎が降ってきた。鮎もね名物ですから、うん、辻門パンツ。パンツが降ってきた。ガンマ GTP 夢だよ夢。なんかみんな押すようになってきたな。愛だよ愛かな。痛風の診断書。ブルマブル。ブルマこだわってる人いますね。アダマスキー型 UFO が降ってきた。サナピックが降ってきた。オリジナルピックとかあるの？あの普通にはないんですけど、うん、手作り？オリジナルピックでみんなあの、うん、今ね、タイムライン上でも。じゃあサクランボ、スイカ、子供の折れた腕、また手で曲がるウサギさん、笑顔、カオリンのセーラー服、サナ、うん、ちゃんびっくりやろう、西さんの西のおっちゃんとカオリンね。姉さんとティゲラびっくりやろ。トマトジュース、電車の通らない踏切、京急キャンペーンガール、2階から目薬、2階から目薬、じゃあちょっと回答と数字の方はここで終了で、はいはい、終了します。で数字をちょっと今カオリンがね、はい、探してくれます。メケメケさんに2階から目薬が降ってきたに西座部差し上げます。ロードローラー、レバ刺しとニンニクダレ、ニンニクダレもダメなの。ズラが降ってきた。カオリンのライブチケットが降ってきた。にゃんこ、のど飴、のど飴飴、西さん家の狭い部屋、うち狭いんだよ本当に、ね、部屋が降ってくんの？そうだよ、俺お題忘れた。降ってくるものだって言ってんじゃん。飴ちゃん、月、そうそう、相模原といえば生き物係だよな。もうすぐ新曲出るらしいよ。この間ラジオで言ってた。相模原というか海老名でやってたんだよね、あの頃はね。海老名、そうですね、厚木とかそっちの方でしょ、うん。相模の空にさなちゃんのお腹の音が降ってきた。お腹はね、私もお腹空いてなりそう。だいぶ焼肉キングがみんなを待ってるから。待っとけって。数年前に亡くしたアタチのパンツ。フルザブがもらえないとタイムラインから怨念が。青鬼さん欲しいの？青鬼さんもいっぱい働いてくれたからあげるね。西田君、感謝の。でもフルザブはあげないんだけども。 AKB の無料投票券、ホットケーキミックス、向谷さんの帽子、おたまじゃくしが降ってきた。マギーミネンコって何？ハズレ馬券、カオリの悲鳴。私の悲鳴何があったんだろう。サナさんの疑いとともに初夏の爽やかな思い出が降ってきたって違くないって長い。降らないものが、降らないものが降ってきたかな。犬アイコン、ペンギン降ってくるのも可愛いね。消費税の値上げが降ってくる。いやね、避けられないのかしらね。でも町田市が降ってくる。町田市が降ってくるってどういうこと？ローションが降ってくる。西さんの持っている CD が降ってきた。天の川が降ってきた。西さんのエンドレスな喋りが降ってきた。なんかすごい迷惑をかけてるような気がしてきたんで。お肉が好きださんに、西田部です。うわ、また戻っちゃって、どこまで行ったかな。カオリの名前入り公園届け。公園届け。カオリのハンコがもう押してあるやつね。危ない危ない、押されちゃうよ誰かに。リス、はい、サナさん説明をって。リスの説明ですか？リス、あのこの私の、うん、このロゴ、こうオレンジ色のピックがチラチラこうアイコンに、うん、こう貼ってくださってる方がいると思うんですけど、それはあの皆さんで一緒に考えた私のロゴなんですけど。なるほどね。でこの真ん中の白いやつは、うん、あの白リスをイメージしてるんですけど。なんでリスかっていうと、うん、私あの顔が丸い
ですよ。顔が丸い。で、そうなんです。丸いんです。それで、あの TL とかにツイキャスとかに遊びに来てくださって方に、頬袋、頬袋って言われて、うん、ああ、それがリスみたいな。それをモチーフにして、なるほどなるほど。なるほどね。あ、そうか。ピックってそれだったんだね。なるほどね。可愛らしいじゃないですか、でもね。その他の回答、スペースシャトル、カオリの匂い付きシャツ、古谷さんの浴衣。終了、ここまでかな。アロンアルファ、アロンアルファアロンアルファの液体降ってきたら怖いね。怖い、固まっちゃうよ。あちこち固まるよね。あ、これ面白いから西田部あげるね。ふふふ大王さん、こう去年野球で打ち上げたフライ、うまいこと言うな。あ、フライマカルウサギさんまたあげちゃった、西さんの丸丸終了。今回結構数字狙ってる人が多いですけどね、うん、あ、このピカリンさんの頭についてるやつがそうなんだ。そうなんだ ね。そろそろカンサナさんを解放してあげてください。それ決めるの俺なんで。西さんがブンクで西さん、香りが、あ、そう、もうこの辺でね、うん、ピカリンさんありがとうございました。 ありがとうございました。福岡から応援してるかなってね。香りのブルマイドが降ってきたって、まだ書いてる人いるけど、はい、こちらで終了です。西座部、古座部はそれぞれ自己管理してください。10枚になる前、9枚になったらうのって言ってください。10枚になると素敵なプレゼントを差し上げます。さあ、数字の方どうでしょうか。あ、今ちょっとね、34分まで見れ、はい、もう少しだね、うん、もうちょっとですね。なんか全然緊張感とかない。でも明日のライブを受けて、緊張はしてますけど、うん、やっぱり皆さん初対面なんで、いつも仲良くしてるし、初対面なんで緊張してますけど、ね、でも楽しくやれたらいいなと思って。タイムライン上でそういうやり取りはしててもね、直接会って話すよね。目の前にしたら私はいつものようにこう突っ込めるのかとか。ああ、なるほどね。そっちの方緊張してます。ね、でも多分大丈夫だと思いますよ、今日の感じだと。余裕でいけそうな気がします。最初にでもさすがに生放送の時は ね、緊張せざるを得なかったでしょうけれども、まあまあ、あの場所が変わっても全然あの自分らしくやれば、はい、どこでも通用しますし、もありがとうございます。思いっきりやってください、はい、ライブの方もね。さあ、どうでしょうか、数字。はい、ちょっと待ってくださいね。あ、もうちょっと、あ、反映されました、されました。ブロックでって聞くと心が痛むってどういうことかしら。もうすぐ終わりますからね、もうすぐ終わりますからね。この後はですね、みんなで焼肉キングに行ってたっぷりと肉を補充して明日のライブに備えたいと。あの、僕は全く関係ないんですけれども、西さんが僕が備えても何の意味もないんですけれども、はい、今回はなしですね。今回なし、はい、残念でした。揃っておりませんでした。アスフェリック J さんはフルザブ6人、西ザブ8。お、もう少しですね。もうちょっとです ね、 ね、もう少しですね。頑張ってください。干潮してないって何言ってた。残念でした。今回は揃わなかったですね。今回の数字は、この数字でした。よいしょ、7、1、7、1、6。これはどういう意味があったんですか。6月17日を逆さにしたからです。そっか、そのまんまだったんですね、はい、これはたまにしか使えない手なんです。読まれる可能性ありますからね。そうなんです、ね、716でしたけど、はい、残念ながら、じゃあ今日はちょっと延長戦は省略という感じで、あ、忘れてた、終わらせてもらいましょうか。忘れてた。いつもね、ここでロスタイムって言ってね、うん、今日の日付はとか言って、今日はもう私のお腹とサナさんのお腹が限界なんで。お腹ふにふにしないって怒られちゃう。ならないようにこうやってね、なんか分かる、触りたくなる気持ちなりそうになるってね。さあ、ということで、ね、今日もね、ということで長い時間お付き合いありがとうございました、うん、今も113人の方がご覧いただいてますけれども、ありがとうございます。あの、あ、あれですね、今回は多分ユーストリームの方でもトップページには行ってない、うん、なんかずっとそれでも ね、 ね、ずっとあのなんかあの記者会見やってたと思うんで、ね、残念でした。またあの、これ毎週やってますので、はい、また遊びに来てください。あの、どうしても
今回のことに後悔が残ったという方は後悔があの毎週大体このぐらいの時間にあの来ていただけるといろいろやってますのでぜひまた遊びに来てください。ということで明日 の, あのさなちゃんのライブね楽しみにしている方も多いと思いますけれども、うん、はい、明日の天気は曇りであの時々雨みたいなちょっと若干崩れ気味なのかな。そうです ね, ちょっと、うん、雨の場合もあると思いますので、気をつけてお越しくださいませ ね, ねということであの今日はあの桜ママも今、はい、背後霊のように今引っ込んでしまいましたす完全にあの僕も影に隠れてそちらから見えないと思うんですけど後ろにちゃんと桜も来ております。今日もどうも桜もありがとうございました。ありがとうございました、ね、そしてさなちゃんもありがとうございました。明日頑張ってください。頑張ってください。楽しみにしております。はい、さあ、番組恒例いつも通り最後は、古谷香織の夜間飛行という曲で、はい、お別れになります。はい、で、お別れした後曲が終わった後には星が3つ画面上に流れます。はい、その画面あの星が3つ見えると明日はいいことがあるという、そんなあの勝手な占いにさせていただいております星が2つ見えた人は明日普通の1日です。星が1つしか見えなかった方は明日はあのライブのチケットを持っていてもあの家から出ないでください。そういう感じよく見れば、ね、見えると思う。よく見る2つ目の星が、ね、見えにくいというね。2つ目がちょっとね、2つ目はね本当に上の方に、うん、あの右上の方にふっって流れるぐらいなんでよく注意していただければ見れると思います。だいたいテンポよく3つの星が流れるようになっておりますので、はい、ぜひそちらの方をご覧いただいて皆さんとお別れしたいと思います。はい、長い時間本当にね今日も、ね、ありがとうございました。金曜ハミングはまた来週です。さよなら。